はい。それでは皆さん、第1回入門講座、柴田クラス民法講義、始めさせていただきます。今、柴田クラスと申し上げましたように、担当講師、レック専任講師柴田でございます。よろしくお願いいたします。えー、っと、早速ですね、もうテキストを使ってお話をしていきたいと思っております。全体構造編で講義の復習は、まあ、あの、とか予習であるとか、そういうふうなことについていくつかお話してますけれども、 予習はいらない。で、復習はできれば、卓越の過去問題とか、行政書士の過去問題とか、そういうふうなものにね、ぜひチャレンジしてほしいというふうなお話をしております。あと、それだけだと自分でやってくださいっていうだけだと、ちょっと、まあ、皆さんにとって、いや、あそれはちょっとハード高いなっていうふうなお話あるかと思いますので、前の講座から今日の講義のまでの間にですね、復習についてのフォローの多い それをちょっとさせていただくというふうなことになりました。まず最初は無料ガイダンス的なものになります。で、その上で皆様の声をいただいて、その内容にそ、その皆さんの声に合わせていいものを作っていこうかなというふうなものもね、企画しておりますので、よろしければそちらをまた受講していただければなと思っておるところでございます。で、基本的に私の顔を見てても仕方がないかなと思いますんで、 あの、講義自体はこのテキストを使って、えー、ほとんど画面にはこれが、このテキストは映っている形になってくると思ってもって、えー、結構でございますので、そう思ってください。でも、早速1ページ目に行きたいんですけども、民法の全体構造というふうなことで、まあ、いろんな考え方あるかなと思います。格論のね、えー、それこそ NHK で、 今もやってんのかな生活小百科なんていうふうなね、法律問題をこう、お笑い芸人が出てきてね、それについて相談して、えー、やっぱりお笑い芸人が答えて、最後弁護士を締めるなんていうふうな番組がね、ありますけど、あえて格論で、この事件こうなる、あの事件こうなるっていうふうなやり方もあると思います。そういうやり方だと、ああ、そうなんだ、みたいな形でね、えー、なんか面白かった感心したり、わかりやすいところあるんだけど、じゃあ他のところでどうするんだってことはさっぱり身につかないというふうなことで、 やっぱりそうじゃなくてね、全体を理解をするというためにはもう骨組みというふうなものを先にお話しをいた、いてで、その骨組みに沿って残りの部分全部できてますんで、だからもう全体にかかる骨組みみたいなものをお話しでいく。そんで、それで、えーか、えー、え、細かいところに、ちょっとずつ細かいところにね、枝分かれしていくっていうふうな形で講義を進めていきたいと思っております。民法の条文自体も基本的にそういう構造になっておりますんで、 まあ実際これ民法内容ってことで1ページ目のね、えー、下半分のところに載せてありますけどね。総則があって、これは総則っていうのはもうこのその下の財産法と家族っていうのはこの2つ両方にかかってくる総則ですので、枝分かれしていくんですよね。総則からこう財産法、家族法なんて形で。しかも財産法の中でも物件再建って枝分かれしてみたいな。 家族法の中だったら、その中で親族法と相続法に枝分かれしてっていうようなことで、よりね、えー、全体的な、抽、え、象、ー、的な話から具体的に細かいところに行くっていうふうな、そういう構造を取ってるということですね。まあ、正直、じゃあこの考え方が分かりやすいかっていうと、最終的な民法を全体理解するにあたっては大切なんですけども、ただ小学生の人は順番に勉強していくのは決して分かりやすいかどうかっていうふうなところは言えないところもあるんですが、まあ最終的に得られるものが大きいのは、 この民法のね、条文に沿ってお話しするということかなと思っております。一応このやり方を取った方が、皆さんが後でね、特に論文式試験なんかではえ、条文の根拠を示すっていうことが求められます。実務では全然書かないですけど、民法なんてみんな知ってるだろうっていうことでね、裁判所に出す書面なんか一切書かないんですけども、当案では逆に書かないと、この人は分かってないっていうふうにね、されますから、 結局、実務ついてる我々弁護士は、司法審がかってるんで、当然わかってるだろうっていうふうな前提でね、話が進んでいくんで、それでいいんち、まあ、使う条文って決まってますから、そんな細かい条文ってあんまり使わないのでっていうこともあるので、一時書かないのが普通ですけど、答案は全く反対で、皆さんはわかってないっていうの前提見られちゃうんで、積極的に私わかってます、アピールし、っていうアピールしなきゃいけない。その際に、わかってるアピールってどうやってすればいいのかっていうと、理由とか根拠を示すことなんですよね。 でその理由とか根拠の中で一番説得力あるのが条文です。ね。条文っていうのはもう、あの、誤しようがないと言いますか、そこに書いてあるわけですから、民法って形でね。どこどこの学者の学説とかより、よっぽど確かなの、ね、内容としてね、えー。ですから条文がある場合はもう条文を示すっていうね。で、ないときどうするのかっていうことを聞かれるんですけど、その前に条文あるところはしっかり示していかないと、えー、まあ、あ、条文も知らないんだ。ふーんって話になってしまうので、 とてもとても条文が大切なんですけど、そ,その際に条文がどこにあるかって探すスピードもね、順番とかどこの辺にあるか知っといて早いですから、早く探せるよね。いくら6歩、論文の時はもらえますけどね、えー、初日にね、えー、受験会議と置いてやって、 で、それは毎回、あの、持って帰っちゃう、うその時持って帰っちゃダメなんですよ。あの、毎回そこで置いて帰るんですけど、一番最後の科目受け終わったところで、え持って帰っていいですよと。まあ、廃棄する手間を省くってことだなと思ってるんですけど、私はね。まあ、皆さんも、論文受験したっていう風なね、いい、えー、まあ、その、記念になると。確か全体構造編でも、ドヤ顔でそれを使ってる、実,実習室で、ね。 東京なんかだとね、司法試験受けてる人多いから、そういうところでドヤ顔で使ってる人がいたりもするんですけど、あの、まあ、名古屋だとあんまりそういう人はいないのかもしれませんけどね、そうやってして論文受けたっていうふうなことを、受けたことあるっていうふうなことがね、大体わかるというね。メルカイン出したら高く売れるのかどうか、それはちょっと私もわからないんですけども、薬オ服とかね、まあ、多分売れないんじゃないかなっていうふうに私は思うんですけども、まあ、とにかくそういうふうな、えー、六法っていうふうなものを貸してもらいますが、えー、それをね、 引くのにも時間が短ければ短いほど、それだけ内容を考えることに時間が割くことができるので、まあじゃあ暗記した方がいいんじゃないかっていうふうにね、思う人も中にいるかもしれませんけど、覚えなければいけない、よく使う条文って限られているので、やっぱり全部暗記するっていうふうな暇に普通に択一試験の、試験の過去問解けるした方がずっと合格ややみちなんで、まああんまりおすすめはしないっていうか、まあ基本的にはしない方がいいのかなというふうなね。 世間にはね、一回何か見ただけで一発で全部覚えちゃうっていう、なんかね、あの、コンピューターみたいな人もいるので、本当にいるんですけど、そういう方がね。そういうことだったら条文全部覚えてもらっていいのかもしれませんが、普通はそうじゃないっていうふうに、えー、ので、まあ、それはやめた方がいいのかな。だけど、大体どこら辺条文あるよねってことは知っといてもらった方がいいのかなっていうことで、そのためにも、やっぱり順番にね、条文の順番、基本的には条文の順番に沿って講義をした方がいいんだろうなというふうに私は思っています。 でせっかくでもう民法の構造をちょっと見ちゃったんで、ええー、ね、もうそれも、これに沿ってどういう内容なのかなっていうふうなことを簡単にお話しますけども、民法ってね、このタイトル見ると財産と家族っていうふうにして、この二つしかないんですね。で、ちょっと話は前後しますけど、もうこのすぐ後お話しますが、民法っていうのは、はっきり言うと全ての法の中の一番の抽象的っていうか全体の原則的な法だと考えてもらって構わないですね。 司法の一般法っていうふうに書いてあるんですけど、あの、司法と,あと後法っていう大きく二つあると思ってもらっていいですね。で、もう、皆さんはもう正直後法っていうのは司法の特別法だと思ってもらって方がいい。特に行政関係の方は本当にそう思ってもらった方が、事件っていうのを正しく処理ができるし、行政法関係の学者の通説なんで、それね、今のもうほぼ定説と言っていいような内容ですから、 だから、広報と司法っていうのがあるんだけど、まあ、あくまい広報っていうのはもう、本当社会全体の法関係の中に特別なものですから、全体司法はもう社会の、おける法律関係全体のね、えー、全部をまあ、包むものだと考えても結構なので、えー、ですからまあ、後ですぐ後で広報と司法をもうちょっとちゃんと話しますが、もう結論から言ってしまうと、もう、この民法が全ての原則だと思っても結構ですね。 そういう意味でね、すごく一致なのは刑事法だと私は思っていますけどね。刑事法だけ、やっぱり民法とも行政法とも一致で、だから別に刑事裁判っていうのがね、あるんですよね。うん、まあ、すぐ後でどう一致なのかお話しますけど、とにかくちょっと、あの、司法って中にも実は行政法みたいなもの入ってて、憲法もその中に入っている。 あの、いや、憲法の上位法だろうっていう突っ込みあるかもしれませんけど、むしろね、あの、憲法に関わるような法律関係っていうのは、すごく特殊な法律関係なんで、社会全体が司法の世界だというふうにしますその中のやっぱり特別法だと見た方が私はいいのかなと思っていますね。でその中で刑事法だけ、司法って枠から完全に飛び出してなんかあるみたいな感覚で捉えてもらっていいのかなっていうふうに思いますね。 広報的な側面も強いんだけど、だけど司法とは全く異質なところあるから、刑事法っていうのはね。だからもうこうやってこう司法っての中にもうボコッと飛び出して、刑事法あるって考えてもらったわ。だから刑事裁判だけ全然違う手続きなんだよね。ち、面なみに行政法は民事手続きであるから、普通に。行政事件、えー、訴訟法ってあるけど、別に、えー、裁判所自体は民事事件として扱うんで、 東京なんだかだとちゃんと、まあ大阪でも、名古屋ちょっとわからないんですけど、大阪とか東京ぐらい大きい、えー、裁判所だと、行政事件の、たえー、まあ、たそれだけ担当する部っていうのがあるんだけど、普通はもう全部民事裁判官が担当しますから、行政事件もね。ただ難しいものは多いんで、3人裁判官が来て、それこそその県の裁判官のうち、特にできる人がかき集められるみたいな感覚になってくるんですけど、行政法って、関係事件ってなるとね。 一人で担当させるっていうのはちょっと難しいよねっていうか、あの、ちょっと不安があるよねっていうふうなことで、やっぱり行政法の世界かなり難しいんですけどね。でもやっぱり司法の一環みたいな格好で、実際の手続きでも運用されてるし、それももともと法体系自体も今言ったような中でできて上がってるからっていうようなことだろうなというふうに思っています。 でそういうわけで、あの、司法っていうのは、実はね、これ、私的生活規律をする法っていうふうに書いてありますけど、実はもう、刑事法を除くすべての法の,の全体の総則的なものだっていうふうなね、相手は国だろうが公共団体だろうが民法の適用っていうのはあると考えてもらっていいので、そういう意味ではね、うん、っていうことですよね。で、その前提でこっちらに戻ると、なんで財産と数しかないのって思いません。 なんで、いろんな揉め事を切ることって財産以外にもいろいろありそうな気がするじゃないですか。家族じゃ、家族はまあ家族の関係が、だから家族以外でかつ財産に関わらないことってなんか揉めこことってありそうな気がしますよね。世の中いろんなことあるんだから。なんかなんで財産だけなのって話なんだけど、これね、かなり大切な話なんであって、法律によって権利保護をしなきゃいけないものってものすごく少ないっていうふうに、実は 考えられてるっていうか、今の日本も、外国もみんな、あの、ええー、ね、ヨーロッパ、ええー、と、の、まあ、英米法だとか大陸法だとか、全部これ共通しているところで、基本的な財産以外は保護の必要性ないって考えてるからなんですよね。いやいや、生命、身ってあるだろうっていう形なんだけど、これは財産よりもっと価値が高いのが明らかなんで、うん。だから、あの、財産法の定めっていうふうなものが順用されると考えても結構です。 逆に生命身体、まあだから体怪我しましたが死に、死んじゃいましたっていうふうなことは当然財産法の規定を全面に使っていて、もっと厚く保護するって考えてもらっていいんだけど、逆にこの生命身体財産以外は法律上の保護ってされてないんですよね。うん、だから本当にね、いろいろ先祖前来の土地が誰かに捉えてしまうんです。先祖伝来っていうところを守ってくださいとかね。本当にそういうことが最近私が受けてる事件でもありまして、他によくあるのが謝ってほしいとかね、そういうようなことがよく言われるんですよね。 だけど、残念ながら、謝らせるっていうふうなこと。なんで謝ってほしいのかっていうと、こっちが気分が悪いから、その気分を収めたいからなんだけど、個人的な、その人自身が気分が悪いとか嫌だとかいうふうなことは、法律上の保護の対象になっていないんですね。だから、民法にも基本的に、今言ったみたいな、あの、人の感情っていうものが、あの、嫌な気持ちをさせられたから、医者料とかいうふうなこと、すぐ、まあ、法律相談があるんだけど、そもそもそれ財産じゃないんで、生命身体とも違いますから、だから保護の対象になってないんですよ。 その、だから民法のことを見るだけで、結局法が保護しているような対象ってめちゃくちゃ限られてるんだっていうことで、えー、がわかるんですよね、うん。で、そのことを民法の一番最初教えない先生が多いんで、あの、本当に弁護士なんかは多分そういうもんだっていうふうに形暗記してんだろうなと思うんだけど、いや、答えが民法に全てあるでしょって。法律の世界は生命、身体、財産が基本に保護しないんだよって話ですね。 もちろん例外的に名誉権とかプライバシー権とか憲法でやったりすると出てくる。えー、ね。あとはもちろん心の平穏が乱されない権利っていうようなのも、えー、ただそのことでもううつ病になってしまうような、結局身体に影響する恐れがあるようなひどいものについては例外的に法の対象になるけど、あくまでもそれは例外です。民法にはそういう基本的に情報がありませんからね。 不法行為のところに精神的な損害についても賠償の対象になる。非財産的損害についても不法行為については賠償の対象になるなんて書いてあるんだけれども、あくまで原則は生命、身体、財産しか保護の対象しないので、えー、あんまりそのね、こういう財産、生命、身体、財産以外も保護しますよって情報の中といって、その中身はあんまり拡大解釈できなくなってますね。あくまで生命、身体、財産と準じるぐらい、これは保護しなきゃいけない。 国が出てって、これはほっとけないよねっていうふうに言えるものに限る限られるって思ってほしいんですね。まあ、ですから今言ってることを、まあ、依頼者とか話しても多分分かろうとしてくれないと思うんで、毎回これは私もちょっと冷たい人間だなと思われるかもしれませんが、皆さんからするとね。だからまあ、あの、それは残念ですが、それは、あの、まあ、法体系上、保護の対象になっていないんですねっていうふうにお話しするしかないんですけども、まあ、何べ言っても分かってもらえない普通なんで、それは諦めるんですけど、 あの、本当に前もお話した通りで、えー、このように、あなたはちょっとこれは気に入らないってことになるかもしれませんが、ただ相手方のもう権利というふうなものがあ,るありますからってことをもうちょっとこう、遠回しにお話すことになるんですよね、まあ。とにかく今後皆さん勉強してって、えー、ね、今言ったようなところっていうふうなことが疑問に思ったまま前に進んでいくっていうふうな人が多いんですけども、まあもうそうならないように初めからもう財産と、あとは生命身体が 基本的にはそれしか保護の対象にならない。財産的権利も保護の対象に例外的になるんだけど、あくまでそれは財産とか生命身体に準ずるようなものに限るってことで、法が保護してるものってすごく狭いっていうふうに思ってもらっていいんですね。っていうことですね。うん、むしろですね、そうだな、憲法の方がいろんなもの保護してくれてますよね。うん えー、憲法はね、相手が国で、国が我々の権利、国自治体が我々の、まあ、利益をね、こう、ガーッとこう損なってこないようにするための実は法なんですよ。先にお話しちゃうとね。で、そうすると、国ってめちゃくちゃ力が強いし、不合意なことやっちゃいけないから国がね。まあ、私もね、えー、そういうふうに思ってね、しっかりあの、不合意なことは許さんないっていうようなことで、えー、自分が行政をね、担当してる時はやっていたんだけども、 逆にね、民法の世界っていうか、一般人はそこら辺国ぐらいずっとずっと自由なんですよ。っていうか、そもそも国は実体に自由ないから。ね。えー、ね。自由自体はないです。ね。えー、不合理なことをすることを許されてないんで、っていうことですよね。我々は不合理なことを許されてるんですよ。例えばね、こんなん相場から行って、えー、ね、例えばね、あの、私にですね、 え、サインをも求めてもらえるって既得な方がおられるんですけど、いや、こんなことを字を書いたら、ブックオフ売れなくなりますよって私思うんですけど、ただ、それ書いちゃうと売れなくなるよ。価値下がるんじゃないかって思ったりもするんだけど、それを書くってもらうっていうようなことを価値があるって思ってもらう方も多いんですよね。こういうの主観的利益とか主観的権利っていうんだけど、これは、ただ、残念ながら法律上の保護の対象になっていない。ね。で、いうふうに思ってもらえばいいんです。例えばね。 ええー、だけど、あの、これがね、えー、本当に私人の間ではと、とにかく保護の対象狭いんですよ、すごく。それ相手方、あの、こっちの権利崩裁ってことは誰かに我慢させることになるから、誰かに我慢させるっていうふうなことをなるべく少なくしましょうっていうようなのが、いわばあし、司法の世界なんですよねで。その結果どうなるかっていうと、なんか一般人を感覚がいくと、なんかやったもん勝ちみたいになっちゃうんですけど、国が何も助けてくれないかってことで。 そこはもう仕方ない。でもそこはもう民法とか法律の体系自体が相手方の立場ってもう考えできてるから、それはもう自己防衛するしかないんだよ。誰かに助けてもらおうっていうふうなのは、あの、実はそれは、あの、無理なんだよっていうふうなね、ことなんですよね。だからそれはもう初めから学校で教えていいんじゃないかなと思うんですけど、基本的には自分で何とかしなきゃいけないんだっていううなのが法の世界の自由な分自分でしなきゃいけないんだっていうのは法の世界の話なんでね。 ただ相手は国とかだとどうしようもないんで、身を守れないから相手めちゃくちゃ力強いですから、プーチンみたいな人がね、あの、それこそ、で、えー、権力持っちゃったらどうしようもないんで、だから厚く、あの、相手が国とか公共団体っていう場合は、相手が一般人だっていう場合に比べて保護されるんですけど、我々国民はね。だけど相手が一般人だっていう場合は、そんなのを先に何とかできたでしょ、あんた油断したんじゃないですかっていうふうなね、ことになるんで、あんまり保護されないんだよね。 だから絶対言わないで、心の中でいろんなこと、あんなこととか言われるんですけど、うん、でもそれは相手の立場もあるし、そもそも予防できたよね、とか私結構思うんですよね。かなりあなたも無闊だよねっていうふうなこと、んそんなこと言ったら、あの、解任されますから言わないんですよ、絶対。おくみを出しちゃいけないんだけど、頭の中では、思ってるっていうようなこともはっきり少なくないですね。でそうやってして、弁護士も裁判官もどんどん性格悪くなっていくって、と <laughs>、あの、人間的な感じがないとかね、言われちゃうんですけど、 まあそういう意味では本当にそういう感情を持ち続けるっていうことは放送になってから大切なのかな。それを忘れてしまうとね、それはそれでよろしくないので、いいことではないからなるべくそこら辺のところもね、あの、や、やりたい放題になるっていうふうなことも、どうしよう認めざるを得ないっていうのは現状でそうなってはいるんだけど、それもどっかで解決しなきゃいけないんでね。でもそれはまあ、まずやっぱりちょっと法律家では難しくて、政治と国民が法律などを改正してやっていくこと,とこだろうなっていうふうに思っています。 被害者法とかさ、なんでこういうふうなことが昔ほっとかれたのっていうのが、どんどんまあ、その我々の感覚が合うように直って直,直されてきてますからね。うん、全体構造編でもね、民法はこれ裁判官が使う法律だから、我々知らなくていいから、だからね、あの、当たり前すぎると書いてないんだったりしたけど、でもちょっとはまあ、そんなこと言ってないで別れしようかっていうふうなに、ね、ちょっとずつはその我々の国民の側に、こう、ね、優しいように変わってきてはいるから、 それを変えていくのはどっちかと,と政治の話で、法律家はちょっとそれはどうしようもないよっていうふうなことで、まあ原則はどうしようもない。まあ、あっとそういうふうな問題提起するのは訴訟なんか起こしてマスコミにそれを流してもらう。でもマスコミほとんどまずそんなこと乗ってくれないんだけど、まあ、まあ、そういうことがうまく乗ってくれたら何か世の中を変えれるかもしれないっていうね、そういうレベルの話ですよね。というわけで、とにかく生命、身体、財産以外は、よっぽどもう、あの、 これはもう保護されるよねっていう風なね、名誉とかプライバシーみたいな、これは保護されるよねっていうのが限定的に保護されるだけ、それぐらい法の日によって保護されるべき権利っていう風なものはすごく少ないっていうふうにもう最初から思ってもらった方がいいと思います。そうするといろんなことが疑問がなくなるんでね。っていうことですね。それでちょっと最初にちょっと戻りまして、えー、司法の一般法という風なことの、もうちょっと内容をね、さっきお話したことを被ってくるんだけど、こちらをお話しますが、 え、司法と公法の違い、世の中には、私の方と公の方の二つがあると思ってください。ここね、ちょっと公法って言葉ないんだけど、公の方っていうふうな書いて、えー、ハハムですね。<laughs> 公の、うちね、はムっていうふうな公ですけど、その二つがあると思ってもらっていいです。刑事法っていうのもあるんだけど、まあ、広い意味では公法と言っていいのかなと思います。というのは、えー、公法っていうのは基本的に、相手が公共団体とか国なんですね。これが公法です。で、それ以外は全部司法と思ってもいいです。 もっぱら相手が公共団体、国だっていうような場合に、ちょっと相手が一般人だっていうような場合と違ったルールしなきゃいけないことあるんですよ。その一つが、さっきちょっとお話した、一般人はずっとずっと国とか、えー、公共団体は力が強いから、そういうふうに力が強い公共団体とか、国から我々を守ってくれる憲法みたいなものがないと、我々ね、あの合法的に試験されることをありますから、そうしないとね。えー、本当にね、どんどん戦争をこり込めちゃうとか、そうやってして我々の幸せとか減ったくれもないみたいなね。 いう話になってくるわけですね。最近私、日本史とかも勉強しててね、全体主義って言葉がね、あ、懐かしいなと思いながらね、見てるんですけど、結局、あの、えー、ね、日本は全体主義なんて個人主義だから、一人一人の自由をなるべく守りましょうって話になってるんだよね。全体主義は全員が同じルールを守れっていうふうな中身なんで、一人一人の個人が尊重は一切、一切っていうか、されないの原則っていうのが全体主義だったりするんですけどね。 でそういうふうなふうに、例えばね、あの、それこそロシアみたいにできちゃうんですよね。最近ね、ちょっと私、ロシアって前からおかしいなって、エレツィンとかゴルバチョブとかいうふうな時にだいぶ民主化したんじゃないのってなんでこんな全体主語国家ってんのって思ったら、一旦民主化して、やっぱり全体に戻っちゃったみたいですね、あれね。そういうことがなんか、この前 NHK の私、ね、あの、えっ、ー、と、なんで、ツイート、ツイッターとか皆さんよかったら読んでもらうといいんですけども、えー、ね、NHK ジャーナルね。あれ、必ず毎日楽しみに聞いてるんですけど、 あれ一個聞けば一日にあった、えー、主要ニュース全部わかりますからね。その中でもそのエリツィンの話とか、あと今言ったようなプーチンの話とかいうふうな、そういうふうなものについて、えー、ね、えー、の、プーチンはこんなふうに変わっていったっていう映画が昨日か一昨日ぐらいから公開されたらしいんですよね。それを録画っていうかそれを実際撮った監督の話っていうので、あの、本当に、えー え、プーチンも民主化っていうふうなことについて最初は尊重する気持ちがあって、とてもそんな変えられないと思ったけど、意外とそれはプーチンが力を行使すれば変えれるんだと分かってしまったんで全体主義国家になったっていうふうな発言をしてるんですよね。だから、あーっとですね、いやそうか、一瞬やっぱり民主化したのに戻っちゃったんだと思って、恐ろしい話だよねっていうふうに私その時思ったんだけどね。 とにかく、で、そ、で、それがどうなるかっていうと、結局、エリィチンとかゴルバチョフの時だったらむ、む、無ちゃくちゃにそんなにいきなり戦争を起こして、え、で、軍隊にね、あの、好き嫌いか関係なく何、10万人単位で人間がこう送り込まれるみたいなことはなかったってことなんだよね、結局ね。だから国っていうのは一旦牙を向けば、日本のね、えー、政府っていうふうなものがもう我々国民言いた放だ言ってますから、これは逆にいいことだね。 ただ言いたい方でってくそれ、あんだけ言いたい方で言われてもこうやって頭が下げてるから国って弱いものだって感覚で捉えると日本人は多いんだけど、本当ものすごい怖いものなんですよね。もういきなり重口を向けられるっていうか、向けられるとこじゃなくて、いきなり殺せることだって合法的にね、えー、あって、下手した賠償もしてもらえないっていうようなこともあり得るわけだから。だからそういう相手が国だっていう話になってくると、やっぱり普通の人と同じような法の適用できないんで、だから広報って必要になってくるんだよね。 まあ、もちろんね、その逆で、えー、国に一般人の違ったすごく強い力を与えるときもあるんだけどね。わかりやすい税金を取るっていうときに、我々お金無理やり上げ取るっていうふうなんだったら、やっぱり裁判所に訴えて判決とか、債務名義っていうんだけど、強制執行するためにお墨付きもらわないとなんかダメなんだよね。でもこれが国とか公共団体だったら、例えば税金とか、えー、そういうのもんだったらいきなり差し押さえできるんで、債務名義、裁判所からのお墨付きはいらないんですよね、これね。 だから、まあ、あの、そういうふうなことも国はできるんで、とにかく一般人の全然違うんだよね、国や公共団体ってね。だから相手が国や公共団体だっていうような時には、厚く我々保護しなきゃいけないと同時に、やっぱり税金取るのに払わない人がいるっていう時に、いちいち全部訴訟を起こしていたら、費用倒れになっちゃうんで、費用を買って仕方がないし、あとは民主化十分していれば、今言った税金を無理やり取るっていうふうな権限が乱用されるってことはないだろうっていうふうに思われるんだよね。 何かあったらその時に訴えてもらえばいいっていうふうにした方がいいっていうふうなことで、広報の世界ではいきなりこう差し押さえバーンと税金取ったりね、できるわけですよね、これがね。はい。まあ、そういうわけで広報っていうふうなのは今言ったみたいな我々相手が一般人、一般の人と一般の人っていうのはありえないような相手が国や公共団体だっていうふうな場合にだけ適用があるっていうふうなね。あの、そういうふうなものを広報っていうふうに言うんだと思ってくればいいです。そういう意味では広い意味では私は刑事法も広報であるというふうに思いますね。 というわけで、司法は、あの、よくね、私的生活規律する方っていう風に、私のテキストにもね、まあ上から産業目あに書いてありますが、広報以外全部って考えた方がいいのかなと思いますね。なんで、相手が国や公共団体の民法を使うもん。ね。えー、他にも、例えば会社っていう場合だと、あ、会社っていう、会社法をバンバン使うんですねっていうと、ほとんど使わないです。ね。あの、会社の顧問弁護士となって、えー、株総会やりましょうっていうか、内部的なことをやるっていう場合は使うんだけどね。 だけど、あの、お金を支払ってもらいたいとか、普通のあの、相手が一般人なのが会社っていう風になったっていう風な時には、ほとんど会社なんか使わないですね。だから民法だけでほとんどいけちゃうんだよね。相手が会社とか、こっちが、こっちが会社っていう場合、あっちが会社っていう風な場合もね。普通の人と同じように処理してることが多いんで、とにかく民法は実際に実務使ってでも本当によく使うしで、その適用範囲はもう相手が民間人だっていう風じゃなくて、もう全部ね、 特別な法律がない限り全部民法使うって思ってもらっていいですね。っていうことですね。だからあらゆる法の一般法と考えてもらっていいです。で、ちょっとあの、説明がとっちゃったんだけど、一般法っていうのは、他に特別な法がない場合に適用、その時に補充的に適用するっていうぐらいの意味になってきますね。適用範囲が広い分、あの、特別法って言って、適用範囲が狭い、あえー、例えば会社法っていうと、会社にしか適用ありませんから、これは特別法になってくるんだけど、ね。 適用範囲の狭い方と広い方ってなって、当然狭い方を優先するんですね。広い方を優先するんだったら、特別を使う場所もなくなっちゃいますからね。適用範囲が狭いのに、それよりも一般法の方が適用が優先するんだったら、使う場所なくなっちゃうからあり得ないんですよ。一般法じゃこれうまくいかないよねっていう時に特別法を使いますからね。だから一般法ってあくまで常に論理的に補充的な性格まず特別法があればそっち、まずっていうか特別法があれば優先ってことですよね。 なからないことの方が結構多いんで、うん、本当民法よく使いますという意味ではっていうふうに思ってもらっていいですね。はい。えー、特別法はね、この地域が限定されていたり人が限定されたり、えー、ものが限定されたり、事項が限定されたりするというふうなことですね。金融商品取引法とかね。金融商品が適用はないってことですから、金融商品取引法っていうのはね、っていうことですよね。まあそういう意味では、あの、やっぱり、えー、さっき言って広報ってある意味それは地方の特別法って言えるのかもしれないよね。そうやってみればね。 特別法は一般法に優先に適用されるよって話もね、テキストに書いてありますが、これは理由は今お話した通りだということになりますね。でその上で要するにって言いますか、これ私が作ったテキストなのに、ちょっと自分で突っ込みときましたあんまり用意しないなと思うんですけど、というのはこれ、詩人間におけるとこれ一般にはそういうんでこうしか書けないんだけど、本当は相手は国でも公共団体でも何でも使うんで、詩人間だけじゃないんだよね。うん、だからあらゆる利益調整の方なんですよ。 で、利益調整って何ですかっていうと、それも簡単で、意見が食い違った時に、その、どっちの意見を正しいってして、どっちに合わせて、揉め事を処理するかっていうようなことです。利益の調整なんだろうなぁと思ってなんだけど、結局それは返品したい。いやいや、返品がされちゃう困りますよってなった時に、どっちにするかっていうことを決めるだけのことです。金額、これは、俺は10万円払わない。何言っていうの ?100 万円払ってくださいってうどっちが正しく決めるだけのことです。ね。 意見が食い違った場合に、習慣がいいのか、どっちに寄せて考えない,いのかっていうふうなことを、それをビシッと決めるっていうことに過ぎないです。ただし、それが意見が食い違う場合に、何でもそうだっていう、何とか説が正しいかどうかとかいうのはもちろん関係なくて、それでさっき言った通り、あくまで財産に関する揉め事、生命身体に関する揉め事に限って意見が食い違った場合に、これをどっちが正しいか白黒はっきりつけるっていうふうなための方が民法なんだよってことですね。 今後、利益の調整って言ったら、とか、利益の衝突って言うんだよね。衝突っては、要するに言い分が食い違うってことですね。で、調整ってのは、その言い分のうち、それを、まあ、一致させたりね、何しは、二人のの真ん中取るのか、どっちが寄せて考えるのかみたいな話ですよね。10万か100万かって時に、じゃあ90万ですねっていうのか、えっ、ー、とね、110万の半分で55万にするにしますっていうのか、10万って言っちゃうのか、100万にするのかっていうふうなことを、する調整っていうんだって思ってくださいね。 で、調整の結果、だって調整って言うとね、だから、あの、なんか、すごく円満な感じするんだけど、実際は相手が納得しなくて判決ズバってやっちゃうんで、でそんなもの納得しないって言っても、それに従ってもう事件処理してきますからね。あんまり調整じゃないよねっていう時もあるんだけど、現実にはね。っていうふうなことですね。で、その中で一番、まあ、ええー、ね、もう相手は国では後期団体だろうが、当然一般人だったら、あの、この民法を使っていくのが原則だよってことで、 特別法っていうのは本当に数は多いんだけど使わないことも多くて、本当に民法はよく使う。もう今日だけで5回目言いましたね。民法をよく使うって話よね。うん。だからもうはっきり言うと実務家、憲法忘れている人はほとんどだと思います。えっ、ー、とですね。裁判官や検察官でも会社法を忘れてるっていうか、そもそもじその人が受験式会社なかったりする可能性るんで、平成確か16年以降だと思うんでね。会社法で言ったっていうのはね。それで以前に受かった人って会社を勉強したことがないっていうね。 そういうのは、小事部っていうのに配点されない限り、勉強しませんから、今でもね、全く知らないっていうような可能性があります。今の会社どうなってるかっていうのね。こんなもんです、実務化なんて。で、まして憲法なんて直接使わないんで、また憲法で話しますけどね。ほとんど実務化は忘れてるんじゃないかっていうような気がします。だから、憲法憲法っていうのは、よっぽど勉強が好きか、ちょっと特別なね、あんまり事件扱ってないか、どっちかなと思いますね。 ですから実際実務で憲法を持ち出した瞬間、あの、心の中で相手失笑される。あ、それしか言い分がないんだねっていうね。つまりそれは、あの、根拠がないんだねっていうふうにね、思われちゃうからね。っていうふうなことですよね。はい。で、その上で民法内容もさっきね、これお話しと通りってことですよね。財産しかないっていうような話をすごくね、力を込めてお話ししましたよね。で残りもちょっとお話しましょう。物件と再建というようなことで、 基本的に利益調整のためのものだから民法っていうのはね、相手が人だっていうふうな場合が普通なんだよね。で、人と人と間で言い分が食い違ったっていうような場合に基本的にこれを、あの、で、その場合にある人 A さんから B さんに対してこういう請求ができるっていうようなものを再権と言います。ね、再の字見てください。任命に責任でしょね。 <laughs> あの、なんか、金八先生みたいなこと、金八先生って言ってもつまり私と同じ年代して分からないや。えっ、ー、と、まあ、人に責任なんですよ。人に責任発生するのが債権なんだよね。多分この説明書の多分私だけじゃないかと思ってるんだけどね。私、これ人から聞いたことないんで。で、それに対して物件っていうのは、あの、 皆さんのね、えー、テリトリーの中にあるものですね。実際物じゃなくても物件として見なさいことあるんだけど、まあ人以外のものって感覚ですよね。人以外の何か、えー、財産的な利益っていうか、そういうようなものを全部、えー、物。その対象になるものを全部物っていうふうに、まあ、い考えてもらっていいと思います。いやいや、物って有体物でしょっていうふうなツッコミはなしにしてください。次の有体物以外でも結局、あの物件の対象にすることいっぱいあるんで、実際ね。 で、人に対して何か請求するっていうふうな以外の支配権を物件っていうのかなっていうことですね。で、もうちょっと違った言い方をすると、これ今日、あの、名古屋の街を歩きながら考えてきたんですけども、こんな感覚なんですよね。国際社会とかで、いきなり何の許可もなく、中国とかアメリカが日本の領域に入ってきたら、無条件で出てもらいますでしょこんな感覚です、物件っていうのは。皆さんの支配領域になるものに、なんかわけわかんない人が入ってきたら、話し合いもしないでいきなり出てきて言えると。 国際社会だっ,ったらミサイル、物販サイトしかないわけですよね、これね。うん。これぐらい強い権利が物件なんですね。はい。だから、ま、ここに私の、あの、物件の客体で,ですね、物件の対象でタブレットあるんだけど、これ誰かが持ってこうとしたら、誰に対しても、ちょっとやめてくださいって、即時行って取り返して,て取り返してっていうか、無理やりやるとちょっと、まあ、あの、ちょっと問題が起きることもあるんだけど、まあ、基本的には、あのう、うえー、うもを言わさないでいいんですよね。とにかく、 絶対的支配権ですね。物件っていうのは。もう本当にテリトルリを犯したやつやもうみんな出てってもらえる。三口、三口はや、世紀みたいなものですよね。実際近代ね、憲法の世界では財産権っていうのはね、神聖不可侵。神様できたゃうぐらいからね、神聖不可侵って言われてたんだよね。 あんまり申請不可信って言っちゃうと、あの、お金持ちからおか税金取ってさ、そういうの税金使って弱い人たちとか、本当手助けが必要な人を助けてあげようとかできなくなっちゃうんで、社会権って言うんですけどそういうのね。だからまあ、あの、そこ申請不可信とまで今はあんま言わないんだけど、もうそれぐらいのものだったんですよ。物、物っていうのはね。国だろうが、国だろうが排除できるしましてそこら辺の一般の人だったら当然排除できるから強い権利なんだよね。それ以外の、まあ、例えば私に抗議やってくれとかね。 そういうようなものはいわば債権っていう風に言うんだと思ってください。で、権はそこまで強くないです。というのは、あの、相手が何言ってるんですか、嫌ですよっていう風な由自由ってものが場合によってあるからですよね。まあ、法律に定めがあるとか、契約でバッチリ決まってるっていう場合は、それは嫌ですよって言っても守りけないんだけど、たださっきそれと決めておかないと、えー、ね、まあ、人に対してこのことをやってくれとか言えないっていう風なね。 しかもそれは、あの、何でもかんでも、あれもやれ、これもやれ、みたいな、その奴隷みたいな話にならないんです、債権はね、物件と違ってね。もう物件だったらもうね、支配権だから、似てくをやりてくをが、誰にも文句は言わせないっていうね。そんなもったいないこのタブレット10円で売るなんてもったいないなんていうふうなことを言われても、いや、俺は10円で売りたいんですって言えば、それで誰からも何も言われる筋がないんだよね。 うん、でも、債権はもう、お互い合意とか基本的にないと、あの、相手がやがっての無理やり権利行使バーンってやっちゃうとかは無理で、法律の規定がないとダメだし、しかも、その中身も具体的に細かく特定されても普通ですね。こういうことだけ言うこと聞いてください、みたいな感じになります。ということですね。あとは、その物件と債権で大きく違った二つの権利があると。 どっちかっていうと、話し合いの世界だって言うから、再建の世界で、まあ、話し合いしなくていいこともあるんだけど、交通事故みたいね。交通事故って、あの、話し合いするまでもなく、当然、あの、加害者に賠償金取れなきゃいけないんで、そういうのは、まあ、中にあるんだけどね、話し合いいらないのもね。で、物件世界はそもそも話し合いは想定しない。ゼロです、これは基本的にね。誰かが手出していたらもも、もう、問答無理入除できるつ物件の世界だったらっていう、そういう大きな違いありますよね。 であと、それぞれの中で、まあ、物件全体に関するルールもあれば、さらに細かく物件でいろんな物件あるからってことで、細かくルールが定まってるってことですね。で、債権も同じで、契約と、えー、事務管理不法行為、太いとくみたいな、だいたい4種類あるんだけども、でこの、えー、ね、全体に関するルールでは相続があって、ね。あとは、その中で、その債権、 か人が人に言うこと聞かなく、聞かなきゃいけなくなる。お金とか払わなきゃいけなくなる場合として、4種類あるんですよって話になってくるんだよね。で、合意がないとダメですよっての契約で、合意なくてもいいですよっていう例外的な場合が、事務管理不法行為不当意です。なんか3つあるとなんか3つもあるんだって。こっちの方が多いのかなと思うかもしれませんけど、この、その分契約の中身がものすごい膨大ですから、ね。だから契約の中でさらに総則と、さらに典型契約って言って、契約の13類型バーっとあるんですよね。はい。 まあそういうことですから、一見これだけ見ると契約って2文字しかないしね。なんか、あの、すごくスペース狭いんだけど、実際は分離はめちゃくちゃ多いです。ね。事務管理不法行為、太いとくより、ずっと、あの、えー、条文の数もずっとずっと多いし、勉強しなきゃいけない量も多いと。で、ついでに言うと、よく試験2が出るし、その上皆さんの理解が特に難しいっていうか、不得意になる人多いのはやっぱり再建かなってしますね。特に再建総則とか、 え、契約の売買とかね、ちょっと不得意になっちゃう人多いんで、半期でうまく処理できないことが多いんだよね。理解がかなり求められるから、まあそこらんなるべくね、うまく説明できるように頑張っていきたいとは思っております。あと、まあ、残りのところは、まあ、典型っていうのは条文に書いてある契約のことを典型契約と言って、条文に書いてないも非典型契約とか、無名契約、名、ね、逆に言うと有名契約とも言うんだよね、典型契約の方はね。長ある契約って言って、有名契約とも言いますが、あんまり使わないですね。 うん、で、その上で、えー、実際実務やってると、典型契約の方がずっとできますね。あ <laughs> んまり非典型契約って使わないですね。まあ、それは契約書があったりするんで、契約書に沿ってやるだけなんで、別に非典型契約、条文にない契約だからといって、そんなにびビ,ビびっくりしたりする必要は全然なくてね。わかんない時期は典型契約にで学んだことを応用していけば、大抵うまくいく。それ以前に非典型契約っていうのはあんまり出てこないです。実際のところね。 だから試験でも典型契約よく出るし、実務でもこれが中心になってくると思ってもらって結構ですね。あと、ま、家族法っていうのはなんでこれだけ特別なのかっていうと、あの、家族っていうのは、やっぱり特殊な法律関係だからですよね。ある人のね、養うってことを強制的にしなきゃいけないって、普通はありえないですよね。でも家族だったらありえるんだよね。親族関係だったらね。親は子を看護、看護っていうのは監督をし保護するってことで看護って言うんですけどね。 それする義務が法律上あるんだよね。でも、そうじゃない親子とか、あそれ親族じゃないのに、法律上なんか誰かを保護しなきゃいけない義務って発生するかって、まあしないですよね。ですから、明らかにね、こう特別な法律関係っていうのがね、発生するんですよね。で夫婦なんかもそうで、 ほん、ね、えー、もう、夫婦とか家族っていうふうあの、親子とか、親子とか夫婦っていうふうなのはね、まあ、まさに家族を構成する際にその中の最小体みたいなね、原子の中にね、あの原子核と、えー、があってみたいな、その中中中性子とか、陽子があるみたいなで言うと、まあ、家族っていう世界の中に夫婦、親子って二大法律関係があるんだよね。他の親戚いるんじゃないですかって思うかもしれませんけど、親戚とかに関する、夫婦、親子に関する以外の規定ほとんどありません。 たま、助け合わなきゃいけないって書いてくれないですかね。親族ってなるとね。あと、携帯姉妹だと相続する可能性があるとかになあるんだけど、普通はあんまり夫婦とか、あの、親子関係っていうふうなもの以外について、え、は、あんま法律の定めはない。つまり普通の民法上の普通の定めっていうふうなことに、えー、なんね。えー、と、民法上他の人の一般の、家族でも何でもない人と同じに考えてもらっていいというふうなことになってくるんで、ね。 とにかく夫婦と親子だけすごく特別と思ってま、なんでってことですね。ですから、本当にね、離婚関係の、になってくると、その、本当にね、説明が難しいんですよね。離婚しなきゃいけないってなると、まあそら、それは、少なくとも一方は他方ものすごい嫌いなんですよね。そういうわけは離婚しようと話にならないじゃないですか。でそういうふうなところで、例えば男性が女性と別れたいなんていうときに、離婚するまでは別居者がなんだろう、生活費負担しなきゃいけないんですよっていうふうなことでね。 もうめんどくさいね、法一は決まってますからって言うんですけど、ね。でもそれってなかなか理解されがたいんですよね。なんでそんな風になってんのかなっていうのは、まあ結局行政の負担を減らすためだろうなって私は本当に思ってだけど、これこんなこと遠回り書いたら0点なんですけど、あの、結局行政が今言ったところで好きなよこうに見放していいとかなったら、とんでもなく税金使うになっちゃうから、だからなるべく自分たちやってねっていうようなことなんだろうなって私は疑ってます。 普通は夫婦と親子って情愛っていうものあるから、嫌がる人も少ないからね。まあ、仕方ないかぐらいの人もいるかもしれないんですけど、ね。ちょっと夫婦関係がちょっとぬる,ぬるくね、冷え切るまで行くといかないんだよ。ぬるくなってくるとなんでこんなと思う人もいるかもしれないんだけど、でもまあ仕方ないねぐらいに思ってくれると思うんで、でそれをしなくていいとかになってるとめちゃくちゃになっちゃうんで、だからまあ、あの、っていうのもあるんだろうと思いますけど、とにかく行政を蓋減らすっていう意味か言っても、えー、親は子供をね、 え、育てなきゃいけないし、子供はお年取った親を育てるってことになってるわけですよね。ただ子供が親を育てるっていうか保護する、つまりあの、えー、いうふうなことはなかなか言いにくいから、どんどん今行政がそういうことをしなきゃいけなくなってるっていう状況あるし、最近はあの親が子供育てるってことができなくなってきてるんで、行政がそういうようない、ね、どんどんそっちにシフトしてるなっていうふうに私は感じますけどね。っていう話ですよね。はい。えー、っと、そういうふうなことでもう助け、 家族の中は、えっ、ー、とね、そうだな。もうこういう言い方するのは多分私くらいだと思うんですけど、世の中って国があって、自治体があって、で、自治体も県と市町村であるじゃないですか。で、市町村の中に実はなんか自治会があるって、で、自治会の中にね、こうなんか、えー、自治会って言ったり、なんか私の町だとクて、なぜか区とか言うんですかね。なんとか区とか言うんですけども、ね。で、さらにその中に組っていうのがあったりするんだよね。 で、あれは結局そういうふうにしていろいろこう班を作っていった方が世の中をうまく収めていく上で楽だからなんですけど、行政がね。で、実は家族ってそんな子一番最小単位なんだよねっていうことが首長やってわかりましたね、それはね。うん。で、それでお互い助け合ってねっていうね、地域で助け合ってねっていうふうなことの、いわばそん中で一番つながりが強くて、えー、やってほしい。で、そうじゃないと行政を持たないよっていうのがいわば家族関係なんで、夫婦親子関係なんでっていうふうなことですよね。 そういうことをちょっと学校で教えれば、私ね、あの、仕方ないかっていうの諦めてね、もっとちゃんと育ててくれたりですね、もっとちゃんと、あの、夫婦間で、えー、生活費払うとやっていくんじゃないかなって思ってるんだけど、学校を教えなきゃいけないと私思ってるんだけどね、このことをね。うん。ただそういうことをあんまり教えると、逆に結婚しなくなゃいけませんから、あの、あ一生、そうやっなきゃいけないんだ、とか思うとね、それで、ま、えー、こう、ためらうっていうふうな人が出てきちゃうかもしれない。難しいんだけど、ね、そこはね。はい。 最後に相続っていうのは、誰かがいきなり死んだからといって法、ね、法律関係。で、法律関係っていうのは、まあ、結局、さっきの財産関係のことなんだけどね。財産上の権利義務の関係のことです。で、権利義務関係ってわかんなければ、誰かが誰かに何か言えるってことだと思えばいいです。言えるとか言えないってね、ことを、あの、権利関、法律関係って言うんだよね。法律が扱ってる範囲で、誰かが誰かに何かが言えたり言えなかったりするみたいな関係のことを法律関係って言うんだよね。 誰かが死亡したかといって、いきなりお金返さなくていいとかいうふうになっちゃうと、その、えー、お金貸してる人とか、えー、代金債権を持ってる人は困っちゃうじゃないですか。で、それで丸儲けっていうなるとちょっと困るんで、だから今言ったような関係っていうものを、いわば、原則はやっぱ親から子、子から孫なんですけどね。水が高いとこか低いとこ流れるように、血も高いとこか低いとこ流れるように、法律関係もそれに引き継いでいくっていうルールになってます。上に行く、つまり、 子供は亡くなったから親がそれを相続するっていうのはあくまで例外ですね、これはね。基本的には下、上から下にこう流れていく。で、夫婦だけは例外で横に流れていくって話になってくるんだけどね。で、夫婦はね、やっぱ親子以上に財産いっぱい、あの、もらえます。ね。それはいろいろ、えー、ね、例えばいきなり夫が亡くなったっていうの場合に奥さんがロトマヨといけないとか、まあちょっとあんまり夫が亡くなって奥さんロトマヨとかいう話をあまりすると、ちょっと、前段のこれは逆のパターンもあると思うんだけど、最近はね。<laughs> まあ、そういうこともあって、えーね、あと、もちろん、いきな親がいなくなって、子供が路頭めなといけないからっていうのもあると思うんだけどね。それに対して、子供がいなくなると、親悲しいけど、路頭にはま迷わないから、だから相続上にはいかないんだろうなっていうのはやっぱあると思うんですけど、ね。とにかく、夫婦と子供っていうふうなものが原則、まあ、法律関係引き継がせるってして、した方が、えー、その権利持ってる人もね、また、えー、残された人たちが一番困らないから、 死んだくっていう風な場合に、その時に法律関係が大きくバッと変わっちゃうのが一番まずいんで、誰かに引き継がせるっていうことなんだよね。これを相続法って言います。相続法って実は財産法なんですう意味でね。財産関係をどう引き継ぐかの話なんで。ただどうしてもね、親族の間しか相続発生しないんで、基本は親子夫婦だけですから、この相続発生するのね。例外的に、その子供が亡くなったまあそこ親子、それもね。あとけ、携帯姉妹、兄弟とか姉妹に相続発生することもあるんだけど、これ例外だからね。 だから、まあ、親族のとに相続法があるっていうのは、今言ったみたいな、あね、相続、その、するのは、あくま親族の、親族のごく限られて枠のないだけ。うん。基本は夫婦親子だけですから、あと、携帯姉妹例外的に相続するってなるので、まあ、先に親族をあった方が相続法が分かりやすいかなって言って、こういう順番あってますけど、あくまえ、財産関係を、えー、そう、まあ、証引き継がせるっていうのは相続だから、本当はこれ財産法なんだけどね。っていうようなことですよね。はい。 以上が民法の全体構造だって話になってきます。じゃあ次。じゃあ早速もう確認で入っていきますってことで、えー、民法の指導原理行きましょう。もうズバリこれが全体構造でも言った民法は守らなくていい法律ですよって話なんですよね。ズバリ指摘自治って書いてあるんだけど、これがあるからね、あえー、民法守らなくていい法律になってくるってことです。 で、その上でちょっと今言った、じゃあどう関係するかの話をするんだけど、指摘自治っていうのは、その今言ったみたいに、揉め事起きたっていう場合に、それどう解決するかは、一般人の自由に任されてるっていうことなんですね。民法同意じゃなくていいですよっていうのを指摘自治っていうんですね。となると、もうイコール、だから民法守んなくていいって話になってくるんだよね。ただし誤解しちゃいけないのは、あくまで民法のルールを契約などに変更するを自由にしたい,いってことです。 だから、揉め事起きたっていうふうな場合には、もうこれはね、一方は金払います。金払えって言って、一方払いませんって言ってる状況だと、もうそれ、あの、どっちの言い分も尊重しなきゃいけないから、そういうのは自由も減ったくらいもないんで、そういうのはもう民法を使うんですけどね。あくまでここでいう自由とか民法を守らなくていいっていうのは、そう、民法をの、えー、揉め事起きる前にルール作る場合の基本って話だからね。 ま、起きた後でも、二人なり話し合って、揉め事か、こうやって会議しましょうねって合意ができれば、もうそれでいいんだけど、普通合意まとまらないんで、私にとて来るのはもう、ま、とまらないから私にと来るんでね。だからあくまでこの指摘事っていうのは、事件処理をどうするかをが主人の自由だってことだから、何でも自由ってことじゃないんで、そうしないと、どっちかに言い分と矛盾するに決まってるんで、これは気をつけてほしいんだけどね。 もう一回今指摘事とは、事件が起きた、揉め事起きたっていう場合、それどう処理するかは民法同意でなくていい。むしろ皆さんで自由に決めていいですよっていうのを指摘時っていうんだと思ってください。普通は揉め事起きる前に契約で決めておいた方がいいんだけどね。ただ揉め事起きた後でもお互いがまあ話ができる大人な人だったら、別にじゃあこうやってやりましょうか、わかりましたで話終わりますからね。それも民法の書いてる通りなくても別に構わないですよっていうのを指摘時っていうんですね。はい。 で、なんで自由に事件処理していいのかっていうと、それはもう憲法に、俺はまあたまたまそうだったって話なんだけど、ええー、ね、まあ、あの、結局憲法の価値観ってまた憲法をお話しするんだけど、ヨーロッパの価値観ですから、はっきり言うと、西,西洋の価値観なんでねで。その西洋の価値観に基づいて、えー、近代的なこの民法できてるんで、だからたまたま一致し,してるんで矛盾しないって話なんだけど、これはね。で、西洋の世界では、そのヨーロッパとかアメリカなんかでは、えー、まさに個人主義っていうルールが、まあ、 えー、と、の方が正しいっていうか近代化してるっていうふうにね、取られるんで、ね。だから民法も憲法もそういうふうな構造になってるんだよってことですね。で、個人主義っていうのはみんな自由にバラバラでいいってい話ですから、みんなルールがそれぞれ、えー、それぞれ人ごとルールあっていいってことなんだよね。さっき言った通り全体主義ってのは全員ルール同じってことだから、全、ね、全体の、全体、一部は全体のためになるんだよね。で、個人主義はそれぞれ人一人が全、みんな別々のルールがあっていいってことなんだよね。 話ですよね。だからね、よく、その LGBT が同社っていうのも結局他の人迷惑かけない限り、それぞれのルールっていうふうなもう尊重しましょうっていうねで。そのことで矛盾する場合には国の側が譲歩しましょうっていうふうな話であるんですよね。だから一般人に対して押し付けられるもんじゃないんだよね、本当はね。もちろんだからといってね、気持ち悪いとかそういうふうなことを言って、明らさまに差別的なことしちゃいけないんだけどね。うん。だからといって全部受け入れろっていうのはもうそれはそれでちょっとやりすぎだよねっていうようなことでね。 うんまあ、ええー、ね。不利益が、まあ、いや、ちょっとその LGB でこうじゃやめとくんですけど、それはね。お互いの価値観を尊重しましょうっていうのはだけなんだよな。あれはね。まあ、なんかねあ、全部受け入れろって言ってくる活動家が多いんですけど、それ,それでちょっと、いや、ちょっとそれはちょっとお断りしますって言いたいんだけど、それはね。こっちは、あの、差別しませんっていうね。うん、いう話なんですよね。 でもそれを私がどう思ってるかは別にして、えー、例えば中にはそれは趣味が合いませんとかいうふうなことを思ってる人に対して考え方変えろっていうのはそれはちょっと違うよねっていう話になってくるんだけどね。こうそれは個人主義だからみんなそれぞれのルールがあっていいからですよね。まあそれに対応して民法、あの事件所の場面でも、えーね、財産に関する揉め事をきたっていう事件所の場面でもそれぞれ好きなルールで,通りでいいですよっていうふうなことだよね。っていうことですよね。はい。で、それに合わせて例えば、まあなんかね、 ええね。だって国際問題で言うとね、日本だったら日本国内ことは、ね、絶対的にこう不可侵でこう排除できるみたいな感じで捉えの、同じように考えていいっていうのはこの所有権絶対原則ってやつですよね。憲法では個人の財産権が保障され、申請不可侵とかつて言われていたぐらいですからっていう話ですよねで。絶対って何かっていうと、誰にも文句言わせない。ね。あの、契約とするなくても、無条件に侵害行為排除できるってことですね。この絶対っていうのはね。 相手は国だろうが、私人だろうが、ねえー、無条件排除できます。ただ、前提としてもちろん、そじゃあ、裁判では、本当にその人の証言があるかを示さなきゃいけないからね。示せなければ、もちろん絶対とか言わせる言わ、言えないんでね、うん。ここは日本だって言うと日本じゃありませんって言われたら、他の国が来てるんでね、そこにね。だから、それはそ、そこはに明らかに日本ですって言わないと、やっぱ入ってきちゃうんで、ね、外国がね。 それは白黒はっきりさせなきゃいけないんだけど、明らかにこれは、このもの、このタブレットは柴田のものだよねっていうふうになったら、もうこれ絶対で、誰が何をれば月に渡して処分していいとになってくるわけですよね。あとは、まあ、あの、さっき民法の道理じゃなくても、えー、自由に事件処理のためのね、ルールって決めていいですよっての契約自由っていうんですよね。どんな権利発生するか、どんな義務発生するかってことは、民法と矛盾する内容で構わないっていうふうなことですよね。はい。 その上で、まあ、法律行為ってまたお話しますね。ズバリ法律行為っていうのは、ほぼ契約のことなんですけど、ちね、違うものもあるんだけどね。まあ、ね、法律行為っていうのは、まあ,、まああの、またお話します。え、意思に基づく効果を裁判所を認めてくれる行為っていうのを法律行為って言うんですけどね。その人の思った通りの効果を認めてくれるっていう、裁判所を認めてくれるって法律行為って言うんですけどね。契約以外では、例えば取り消しとかそうですよね。 ね。この契約なかったとしたいって言って取り消すとかするんでしょね。だから取り消しとかも法律公の一種ですけど、あと契約もその二人が合意さえあれば、それに従って裁判所は裁判してくれるからね。契約書書いてると本当その通りんだから、裁判所はその通りに裁判してくれるからね。まあ、そうなってくると、その契約は本物なのかとか、偽造じゃないのかっていうふうなこともまた問題になってくるんだけどね。実際の実務ではね。偽造じゃないとなればもう簡単なんでね。それに従って勝利しただけだから簡単なんでね。 揉めたりするんだよね、そこがね。っていうことだよね。まあ、法律行為。うん。一応説明書いてるよね。とにかく意思に基づく、えー、行為っていうふうなことで、その意思通りに裁判所が裁判してくるってことだよね。意思内容を裁判実現するっていうと分かりにくいんだけど、契約だったら契約に書いてる通りに裁判所は判決書いてくれるってことですよね。 契約に100万円支払う、え、なんか、こういう時は100万円しなきゃいけないって書いてあって、で、その、こういう時だってことが裁判所が思ってが、認めたら、100万円支払えって判決書いてくれって、そんだけのことです。これはね、ってことだよね。で、意思表示でってについてまたお話し,します、そのページでね。今日中に行けるかどうかちょっと難しい、微妙なんですけどね。はい。本来はまあ、ね、意思に基づく行為でいいはずなんだけど、表示がなぜ必要なのかっていうね。 これはやっぱり相手がわからない、ちゃんと表示してもらわないと相手がわからないからで、ね、すごく強い力を発揮されるから、意思,意思表示、その契約っていうのがあるとね。で裁判所としてもちゃんと表示しておいてくれないとね、本当にそんなこと持ってたのっていうふうなことで,で、揉めるといけないからさ。でもきちんと表示してやれば、あの、揉めないじゃないですか。その契約書に書いて通りに,に,に,になるし、なるからね。 あの時やって思ってたんですって言ってもね、どうなのかなって言って、もう目に見えないから意思っていうのはね。あと揉めるに決まってるから揉めないにするためには、表示までしておかないともう裁判所取り上げませんよってしとくんだよね。そうすると揉めにくくなるじゃない。ね。もう表示ないから、あなたがその時そうやって思ってる関係ないからで終わるんで、表示を求めておかなければね。だから意思表示って言って、あのね、なんか、そのね、 思って、思っていたことを察して、察してっていう人はいるんだけど、あの裁判所は察しては通用しないっていうようなことになってるんだよね。そんな微妙なのは無理だからって,って表示してあるものしか裁判を取り上げませんって。そうすると裁判も簡単だし、相手もさ、意外な権利とか、意外な義務とか発生してびっくりしたりすることないんで、だから表示も必要だって話で、もう結局説明しちゃったんだけどね。うん。で、だからまあ契約書にしておかないと、えー、ダメですよね。 口に出しただも表示したことになるけど、それ証拠に残らないからね、表示したこと自体がね。表示したこと自体証拠に残したがないと、後で裁判の時に裁判所が取り上げてくれないから、結局口約束じゃね、あんまり意味ないんですよね。よく口約束有効だってことをね、ドヤ顔で言う人いるんだけど、うん、でもわかんないよね、それじゃって。この約束されたかどうかわかんない以上、結局、それって有効っていうふうに認められないよねって足になっちゃうんだよね。 過失責任っていうのは、まあちょっとこれはね、難しいんですけど、えー、ね、自分の落ち度があることしか責任はないっていうふうなことなんですね、結局ね。だから落ち度何にもない責任を負ってなっちゃうと、まさにさ、そのどうしようもない、まさに我々の意思に反するような責任を負わなきゃいけないことになっちゃうよね。 落ち度がある場合っていうのは、いや、俺はそんな責任置いたくないんだっていう人いるかもしれんけど、でもそれでもさ、仕方がないよねって言えるからっていうようなことですね。あなたが金払わなきゃいけないってなっても、ね。それはちょっと、あの、そんなこと払いたくないんだってう、わがままでしょっていうふうなことを、えー、他の全員の国民がそうやってして言えるからって感覚ですかね。何の落ち度もないのに責任追,追うってなると、まさに自由と、不自由な世界になっちゃうから、ね。 でも、落ち度あるときしか責任を負わないってなれば、自分の行為に、えー、ねそういうふうな下手打たない注意していればいいって話だからね。だから、ねえー、今日の行為最初お話したんだけど、でもそれって予防できたよね、<laughs> 私が冷たくの言っちゃうのと同じような話ですかね、それはね。誰だって金払ったりさ、何か仕事とかしたくないですよ、こんなのね。じ自分のが納得もしてないのにね。うん けど、まあ、あの、人を怪我させたりさ、死亡させたりして、金払いたくないですって言ったって言ったってさ、そんなのはほっといちゃいけないから、だからと言って、もう不可抗力の場合は全部責任を負わせ合うっていうのは、それはそれでちょっとね、不自由なね、ことになっちゃうから、じゃあ中間取って落ち度ある時だけ責任を合わせさましょうかってなってるんだよね。これで不自由っていうのは世界にならないようにしてるっていうようなことですね。 だから、私的自治っていうね、我々自由だ存在なんだっていうね、なるべく国とか他人から干渉されない、えー、我々の意思に反することを強要されないっていうふうなこととは、まあ、関係が実は関係あるって言うんですよね。半分は、あの、意思に基づかない責任も発生しちゃうから、過失責任ね。半分は、その、私的自治とかいく矛盾してるんだけど、でもある意味は、過失あるときしか責任はないんで、自由を確保されているとも言えるんだよね、これね。ちょっと難しいけど、まあ、あの、ええー、ね、そういうふうな、 そんなつもりないですっていう時でも責任を負わせなきゃいけないことがあるっていうのと、でもかといって、えー、つもりがないの、ね、に責任を負わせないひ,、まあ、ひどいよねって、中間が解釈責任だと思ってもらえばいいかなと思いますね。はい。まあ、いいや。あの、今後ね、法律行為とか契約自由とか集権絶対を解責任とか全部それぞれ各論でいきますから、今これわかんなくてもいいからね。何遍も聞いてどっかでそういうことだと思えばいいだからね。とにかく指摘自治っていうようなことだけは予防時がいいですよね。 民法は我々押し付けられないことだ。指摘時ってう。そういうことですね。はい。それは我々自由な存在だからね。全体主義じゃないからです。日本がってことですね。はい。で、えー、っと、その上で原則の修正、指摘時制約の場面っていうふうなことが書いてあるんだけど、ここで私がお話ししたいのは、一条上一行がいきなり、資金は公局史に適合しなきゃいけない。自由じゃねえじゃねえかっていう話になってくるんですね、これ。 公共のしっていうのは、それ皆さんの個人の、いわば対立概念なんですよ。これ憲法でやるんだけどね。えー、人権もね、公共祉の範囲で保障されるんだよね。うん。まあ、あんまりそれを強調すると、人権侵害の,あの手段に公共腰使,使われちゃう恐れあるから危険なんですけど、まあ、基本的に憲法の世界では、公共祉は人権を、えー、ね、何でも自由ってわけにはいかないでしょう、みたいなね。社会全体と個人の権利が矛盾した場合に、 ね。その矛盾したのを一致させるためには、公局心適合している場合には、人権もちょっと我慢してもらわなきゃいけないよっていうね。まあ一番わかりやすいのは税金ですよね。あの、税金をり上げ取るって財産権侵害が最多のもんじゃないかっていう人、思う人いると思うんだけど、でも仕方がないじゃないですか。国全体を運営していくためにはさ、みんなでお金出し合わないとさ、お金ないなければ国防もできないから、それね。うん。で、国,国防ができないと,言うとちょっと右翼みたいなんですけど、でも実際お金ないとさ、あの、守れないんで国をよって。 まあ、世界は無法地帯だよねっていう感覚結構強くあるから、私そって言っちゃうんですけどね。日本国内平和すぎるんでね、ちょっと無法地帯だってイメージ分けにくいんだけど、なか最近いきなりスーダンで何百人と平気で死ぬからね、もうありえないですよ、日本とかだとね。<laughs> ってこと起きるんでね、その他の国だとその国内でも国外でも起きるからね。ウクライナってそうでしょね。うん。まあ、いいや、ちょっと話元に戻して、だからこれ一条一行がいきなり自由じゃないっていうのが書いてあるんですね。 おかしいじゃないか先生っていう話なんだけど、実はね、えー、これまさに指摘自治は当たり前すぎて書いてないってことの、あの、現れなんですよね。実は民法は例外が書いてあるんですよ。原則は書かなくったって裁判官知ってるからですね。で、それに対しての例外をなるべく書くっていうのが実は民法なんだよね。まあ、それが最近ちょっと、え、それをよってきてというか、ちょっと我々国民にとっても、え、ソフトにしよう、フレンドリーにしようってことで原則が書いてある情報が増えたんだけどさ。 でもこれはもう民法の性質をよく表してる。あくまであ、あまりに当然すぎる原則については書かないっていうね。いきなり例外が一条一項に書いてるのは、あくまで民法、例外的に書いておかないと裁判官間違いことをしてないことを書いておくのが、あの、えっ、ー、と、だから民法だからなんですよね。はい。で、他にもまあね、今後、公助領族に反する行為は無効になるなんていうふうなのもね、出てきますよっていうのこれも自由についての例外ですよね。 あの、全体構造園で弁論主義って言葉言ったと思うんですけどね。あれね、わかりにくいと思うんで、また民事訴訟法でしっかりやりますけど、一言で言うと、裁判の世界でも我々の自由に任せるっていうのを弁論主義って言うんですよね。だからどうなるかというと、えっ、ー、とね、当事者が原告被告もどっちも言ってないことは裁判所取り上げちゃいけないっていうルールがあるんですよ。証拠見て、あれっていうようなことが書いてあっても、無視しなきゃいけないんですね。原告被告がそれ主張しなかったらね。 なんだこの証拠の文書を見ると、これ本当じゃないかって思っても、あの、当社が何もそのことを言わずに無視してたら取り上げちゃいけないんですよ。それは国から、えー、その当社の指示に対する干渉になるか、おせっかいになるかですね。いやー、こういうこと書いてありますねっていうことを勝手に言って裁判しちゃいけないっていうのが弁論主義って言うんですよね。ところが、この工事労働に反する場合だけは例外です。 当事者がずっと麻薬の取引とか人身売買契約とかを、そこを言えよっていうふうなところを無視してやってると。ね。拳銃の売買とか金払い。いや、払いませんとかね。あの拳銃不良品なんですとかね。えー、議論してるわけですね。だけど裁判所が見たら、いや、その前この契約って無効じゃねっていうふうに、こっちあるわけですよ。 で、他の契約だったら裁判所は勝手にそういうこと言っちゃいけないんだけど、その、まさかさ、そんな明らかに、こう、犯罪にも繋がりかねないような契約をそのまま有効です。だから金払ってくださいとか、権利を引き渡してくださいとか言えないんで、裁判所としてはね。その場合は今言った自由とか、民,民法、民事訴訟のルールだと弁論主義っていうんだけど、弁論主義が、えー、修正されて、 あの、それで公序良属に違反するっていう場合は、当時は何も言ってなくても、これ公序良属に違反するから無効です。だから原告の請求棄却しますと言って構わないんですね、まあ。契約の効力を否定されるわけだから、まあ原告の請求棄却数になるだろうね。公序良属違反の契約について争わていたらね。っていう話ですよね。まあ、他にも所有権の絶対価値を貫く他人への損害発生する可能性があるから、行政法規とかでいろんな修正されてますよって話なんだけどね、これはね。 これまた行政法でやりますね。建築基準法とかで、ちゃんと建築確認取った後じゃないと、建物建てられませんよとかね。それ無視して危険な建物を建てられていたら、是正措置取れとかね、行政処分できて、言うこと聞かなかったら、バーンと排除も一応法律上はできることになってるって話ですよね。ましないですけど、行政ね。大変だし、それしなきゃいけないってなるとね。はい。 まあこれはどっちかって行政法の世界ですね。所有権絶対悪心に対しての修正みたいな話はね。はい。憲法と行政法の話ですね。他にもまあ、またこれも行政法の話かなっていきとか、あとは、まあ皆さんの選択科目ですね。司法支援とか選択科目だと弱者法を多分修正とかで、あ、借地借法は民法を売れるかな、これね。着地借法は、例えば土地とか建物の借主、貸主っていう場合、借主の方が経済力が弱くって、ね、 えー、貸主から、なんかこう、不当な、こう、なんか、ね、えー、それこそ、生存を脅かすような無茶も言われようするっていうようなことでね、いきなり家賃3倍しますとかってね、<laughs> 払えませんって。でも払えないんで出てってください。いや、行くとこないんですみたいなね、話になっちゃうわけないから、そういう無茶苦茶ない,いきなり一本家賃上げとかできるようになってますよとかね。明日から来なくていいからと <laughs> 言われちゃうと、怒泊まっちゃうんで、そういうことできないように労働基準法になってるとかなんですけど、 まあ、労働基準法とかは、ちょっとこれ選択科目の話ですよね。で、借地借家法は、これは、あの、まあ、民法であります。これは卓一も出る可能性あるし、論文でも、まあ、最近はあんま出ないんですけど、昔は結構出てましたんで、これは結構要注意だよね。はい。まあ、とにかく、えっ、ー、と、今言った、私えー、指摘自治については、例えば公共苦心の制限、他にも公序良俗の制限、行政的な制限、 え、あとは弱者法のための制限みたいなものあるんだよっていう風な話ですね。ただあんまり民法ではこれやらないですね、どれもね。行政法とか特別お話になって、民法でやるのはやっぱ借地悪法が一番で、控除労働はちょっとやる。で、あとはもう今言ったっきりで来ないのかなと思ってもらっていいかなと思うんですね。借地法だけですよ、意味では。本当に、えー、ガンガンやんなきゃいけないのはね。工場労働なんてね、 これこそまさに裁判になった時にこれ言い出したら、これしか言うことないんだっていうふうに、あの、こっちが思っちゃうような中身なんだよね。うん、どうしてかっていうとね、あの、何とでも言えるっていうふうなことっていうのは、言えるんで何が公徳違反っていうのはね。で、それについて裁判所が、確かにこれ公徳労徳違反ですねっていうためには、 うん、誰からどう見ても国民化とか批判されないのはよっぽど確かな場合に限られちゃうんだよね。そうしないとさ、裁判官の気分で裁判してるんじゃないかとかね、あらぬ批判をね、受けるおれがあるから、こういう一般規定っていうのは、なんか、えー、素人っていうか法律やってないとか見ると使いやすく見えるんだけど、だから何でもこうせよ、こうせよ批判って言う人いるんだけどさ、憲法違反、憲法違反だっていうの人と同じでね。なんか喋れば喋るほど、なんか私が右翼っぽくなってくるんですけど、<laughs> ね、<laughs> こんなこともないとは言っていいんですけどね。 でもね、だからこそ、あの、乱用の恐れが強いんで、乱用的症の恐れが強いから、裁判所まずめったい認めないですね。具体的な法であればあるほど逆に裁判所そのままパッと認めくれますから、条文に書いてそうですって、あ、そうだねってなるから、普通はね。っていうことですよね。何が公衆の違反なのっていうふうなのが、まあ、典型的なものは別なんだけど、その、さっき言ったとかね、麻薬とかね、人身売買とかね。うん。まあね。 外国に売り飛ばされちゃうとかね。臓器ばりとかですね。そういうのはまあ、わかりやすいんだけどね。っていう話ですよね。はい。じゃあ、先に行きましょう。じゃあ、民法総則で出た。審議成立の原則ですね。これもやっぱり一条二項ってことで、一条なんで最初にやるんだけど、これこそ僕、私がさっきめちゃくちゃ言ってた公衆領続批判みたいなもんで、あまり使わないです。実務では。ね。あの、審議成立の原則に基づいて契約を解釈しましょうとか、 あの、ま、条文を、他の条文解釈しましょうとかね、特別法を解釈しましょうみたいな場合はあるんだけど、大抵は、この中身が具体的に法律になってるんで、で、法律がないってことは、それは保護しなくていいよね、そんな風な主張は認めないよね、っていうふうなことなんですよ、実は。だから、書いてはあるんだけど、これ、もさっき言った工場よと同じような理由で、ほとんど現実には使わないですね。昔の判例ではね、あるんだけど、もう最近、ま、まず現実の実務ではほとんど使わないです。 その上で一応内容を話しますと、相手の信頼を裏切らないでしょってうだけです。これは結局ね。で、相手の信頼っていうのが癖者。なんでみんな、勝手な信頼を抱いちゃうから。問題発言しちゃいますね。<laughs> みんなね、本当にやっぱ自己中心的なんですよ。私も含めてね。だから、信頼を裏切っちゃいけないでしょっていうふうに言うんだけど、うん、それは法的保護な対数信頼じゃないよねっていうのは答えのことほとんどなんだよね。 誰から見てもこれはちょっとそれはひどいよねっていうふうな場合はみんな法律化されてるからもう一回言うけど特別法とかでねそれぐらい法律って細かく精密にできてるから審議成長言語を使わなきゃいけないような場合ってほとんどはないですねでそれで皆さん自分ルールは実は自分ルールと思わないっていうルールがあってもうどんどん敵を作ってるんですけどこうやって言うとねだからもう これは使えるんじゃないかっていうようなこと。まあ当然やっぱり弁護士だって私だってそういうふうに陥っちゃってるんだけど、まあとりあえず言,わ言ってアピールしないと依頼者がね、手を抜いてると思わきいけないからいや言うんだけど、うん、だけどまあ大抵特別法に何にもないのよただの自分ルールで、これは法律のここを審議したがい誠実にってルール違反じゃないよね。あなたの主張は保護されないよねってことはほとんどなんで、まず使わないんですよね。 ただば、まあ、とにかく、相手のね、正当な信頼を裏切ってはいけないってことなんだよな。一条二項っていうのはね。正当な紙は大抵は具体的な条文に規定されているから、実際はほとんど使いませんっていう話ですよね。なんか、審議層を支配する、緊密な関係に支配されるとか言ってるけどね。<laughs> まあ、ですから、正当な利益っていう、相手の側の正当な利益とか、相手側のし正当な信頼は、たとえ契約に書いてなくってもちゃんと守んなさいよっていう風な話ですよね。 うん、電子レンジで猫を乾かしたっていうような場合に、で、猫がね、ちょっと体調悪くなったってから、まあ死ぬんじゃないかと思うんですけど、そういう場合にあんまり、えー、そういうふうにいちいち、えー、ね、電気のそういうメーカー、メーカーと訴えちゃいけないよっていう風な話ですかね。<laughs> まあ,あれ確か作り話だって話なんですけどね。実際にあったわけじゃないっていうね。うん まあ、それに対して、確かあれ、あの、なんか、こう、えー、ね、人んちの前で、ね、こう、なんか氷で、こう、なんか凍って滑って怪我して、その、ま、前をちゃんと掃除しておかなかったの原因だって言って、賠償請求して訴えたとか、勝ったとか、そういうのは本当にあったことかなっていう話なんですけど、ね。コーヒーが熱すぎるって言って、マクロナで訴えり勝つとか、そういうのは確か本当にあったんじゃないかなと思うんですけどね。うん まあね、ちょっと我々の関係ととんでもないような、それこそ審議則じゃないか、そんなもん請求すると、請求認める方がおかしいんじゃないかっていうのをしなくはないんだけど、そんな、熱いなんて当たり前が自分で注意できるって思うんだけどね。まあそれはいろいろ、まあ、あの、お国柄とか、まあ何か私の知らない事情あったのかもしれないんですよね。だからね、ここに具体例で家具注文して、当金や職員が家具を壁にぶつけ壊しましたっていうね。 なんてことしてくれたんですかって言ったら、いや、うちの家具丈夫だから、で、家具全然傷ついてないですよ、ねえっていうふうに言って、そのまま置いてきちゃいけないって話ですよね。えー、いや、家具運ぶのが、安全に家具を運ぶのはこっちの責任だから、契約書にもそんなことしか書いてないでしょう、とか言っても、やっぱ壊したら弁償し源ないよね、みたいな話ですねで。これ不法行為でもいけるんだけど、まあ、契約上当然に責任を負うって言われてます。それはし、あの、それね、契約上当然責任を負うっていうのは何でかっていうと、 ななえー、背景にも審議則の考え方あるからって言われてますね。まあ、実際は、まああの、これを1兆2個使わなくても、契約にちゃんと書いてあったり、えーね、あとは何かの法律があったりするということになるんでしょうけどね、うんまあ。ただ、もし万が一契約書に何も書いてなくて、法律なくても、例えばここに書いてる例だったら、まあ、それは請求認めるっていうふうなことですね。 ただ裁判所もね、多分それ不法行為で勝利するんじゃないかなって気もしますけどね。不法行為でやっても、どういう法律構成言ってもね、認めなきゃいけないんで、認められますね、これはね。いちいち審議則持ち出すまでもない気がしますけどね、これね。私だったら一応両方解のではないかな。少なくとも不法行為。だけど、その前に契約上当然責任を負うよねっていうふうな主張するよね、私だったらね。ラーメンを食べに店に入った油が飛んできてけどした。まあ、油飛んでこなくてもいいんだけどね。ラーメンこぼすんじないんだけど <laughs>、あの、 ねで。それで、暑いとかね、服汚れたっていうふうなのについてね。いや、うちうまいラーメン食わすのは仕事なんで美味しかったでしょって言われて困っちゃうんで。あの、それは安全に食わすこと当然に責任、義務に契約上義務入ってるでしょいや、契約書巻いてないからって言ってもね。あの、それが困っちゃうから、その時に店主がわけわかんなくて言っても、あの、まあ、契約責任、えー、契約上当然の責任ってことでも追求できるし、不法行為でも当然認めるっていうふうな話なんですけどね。 契約ないですって言ってくるときは不法行為を使うか書いてなくても契約上これは当、当たり前すぎて書いてないだけなんだっていうかどっちかなんですよね。書いてないけど契約上任を売っていなるのそういうことです書いて。当たり前だから書いてないだけなんですっていうようなことですね。それに対して当たり前とは言えないけどでもこれは賠償責任を負って被害者救済者かわいそうだよねっていう場合は不法行為でよるんだよね。交通事故なんかまさにその例だよね。 車で一人引い時に、あの、いちいち怪我させて金払いますって契約してないよね。引くと人引かれる人でね。契約すぐやったら引くなよって話になるからね。だから絶対契約責任いけないっていう場合は不法行為で行くんだけど、まあでも、いちいち契約が書いてある書いてる以前の問題だよねっていう場合は、あの、不審義則の考え方を背景に使いながら契約上の責任を負うっていうふうに言えばいいです。 審議則と言わず契約責任を打っていうふうに多分、主張書面、裁判所書面書くだろうね。これはね。というわけで、むしろ審議則っていうのはね、背景の理論で過ぎず、実際に事件書にあんまり使わないって思ってもらっていいですね。もう主張書も書いてる時点でそういう人は言うことないんだって言われ、思われちゃうから、それはね。はい。ね、最初だからもうそんなばっかりごめんなさい。権利の内容もそうです。<laughs> これも、あの、乱用って許されないのは大抵特別音、定めがあるからって話ですよね。 今から暴言吐きますけど、例えば、え某リニアモーターカーという一個するとんだけどね。で、静岡をね、通してくれるとは通してくれないとか、地図見ると、こんなんですよね。こう、ちょっとこんなんででもちょっと口だとわかんないと思うけど、ちょぼっとなんで静岡こんなに飛び出してんだって。あそこだけもうね、国がもう境界変えちゃってね、あ,あれは何県だっけ上、山中長野だと思うんですけど、フェイ前っていうぐらい、あの、なんかちょっとのところにかすっちゃうんだよな。そのリニアの線路がね。 私、基本的にリニアはね、反対派なんですけど、だけどさ、あの、もう、あの、JR が自分のお金作るっていうようなものを反対しちゃって仕方がないんで、作ってもらえばいいと思うんだけどさ。ただ、それをね、あんだけこちょっとこう、線みたいなね、こう、棘みたいなちょっとうところを通さないとっていうのは、ほら、嫌がるよね、みたいな話でね。昔はそれに近いような事案で、そこの土地を買い占めてさ、 で、それで鉄道会社がすいません、鉄道行きたいんだけどっていう時に、法外の金額を請求したっていう風な、その請求を認めないっていうふな判例もあるんだけど、今だったら多分それでもね、それは占いな自由ですってなる可能性高いと思うんだよね。昔はさ、鉄道しくっていうのは結構国策的なことがあって、国策優先みたいなところあるから、そういう判裁判がこの権利の乱用関係の、で、出ちゃったんだけど、下に具体で載ってるけどね、昔判例あるんだけどさ、これ多分今だと無理なんじゃないかなってしますね。 隣人の、えー、ね、えー、臨下に日光を入れない高い部屋を建てるとかね、これも建築基準法でちゃんと規制あるから <laughs>、ね。あの、卓取ってる人知ってると思うんですけど、これね。うん。はい。だから、これはもちろん、えー、建築基準法なくても権利の乱用になるんだけど、それで、あの、なんかすごい嫌がらせ的にか、そういうふうなこう看板立てちゃうっていうのね。 なんか昔、昔昔私が大学生の頃なんかだとですね、なんか、あの、河合塾は高砂御殿に、あの、高い、こうで、でっかい看板を立ててもらって、寸大の看板見えなくちゃんだとか、噂流さてた時あるんだけど、そういえば寸大移転車だなと今日歩きながら思ったんですけどね、昔からね、見て。あの、いや、その、どうでもいいんですけど、ゃ名古屋的なネタをちょっと言ってるんですけどね。まあ、あのまあ、高い看板立てて嫌がらせるっていうふうなことが仮にしたても、そんなぐらいじゃ権利の内容なんないでしょうね。 ほとんどこれ無理ですね、実際現実的に言うとね。なんで無理なのかっていうのは、今はそれぐらい権利が結構保護されているのと、本当にやばいものは全部特別法に、さっき審議則とか言った通りになってるから、こういう一般条項を使わないといけないことはまあないんだよね。まあでも判例はあるんで、今後で、その判例論点で判例勉強時にちょっとてくるぐらいですね。でもやっぱり実務でもほとんど使わない。 えー、確立した判例で言葉使ってことあるってぐらいで、その確立した判例をあげるんだったらいいんだけどさ、でもそれあんま使わないんだよね、実はね。はい。えー、ね。次。権利乱用の効果っていうふうなことで、まあ、さっき言った、あ、そうだ、えっ、ー、と、さっきの電車の話を一応事例としてあげると、本当は静岡県の悪口言ってますけど、この静岡県だとか、 えっと、皆さんのお宅だとか土地だとかいうふうなものは、絶対ですから、人から何、えー、どうした、こうしたが言われる必要ないんですよね。まあ、正確に静岡県の場合は、あれは私権じゃないんで、私の権利じゃないんで、ちょっとまた別の話なんだけど、基本的には同じに考えていいので、ね。だから、権限はこっちにあるんで、えー、ね、乱用だとか何とかってあって、まあ 静岡県の場合は乱用は許されないんだけど、えー、絶対に乱用、一般市人以上に不合理な主張は許されないんだけど、でも結局まあ、不合理って認定になかなかな,かならないんで、何か言えばね。うん一般市人の場合で,もで場合はもう何にも理由なくても、これは俺の土地だから、俺が気が向かなかったら売らないんだとかいうふうに言って全く自由なんだよね。ただその自由を例外的に制限することが場合によってあるということですね。制限した結果、権利行使は認められない。 例えば、これは俺の所有値だか売らないとか言えなくなるっていうふうなことですかね。でもそんなこと現実にはもう昔の判例以外考えないんで、まあ今だとせいぜい損害賠償責任の話になるんじゃないかな。自分の所有物を無理やり売らなきゃいけないっていうのが、まあ契約があれば逆に売らなきゃいけなくなるんだけど、ね、パピバ,バ契約がバッチリあるんだったらダメですけど、そうじゃない限りは、 あの、まあ、まず無理やりね、権利乱用とかを理由で、あなたの所有権の行使は認められませんって、まずならないんですけど、もし権利乱用、これは乱用的で人に損が与えるような所有権の主張だっていうと、その主張は認めなくて裁判に負けるってことだよね。権利行使は認められないっていうのは裁判所があなたの所有権の主張を認めず、敗訴するってことですね、これはね。だから所有権がないような同じに扱いえちゃうってことだよね、これはね。はい。 今までずっと言ったものよりもっと重要なのが、これ、GQ さ禁止。これはね、現実によく使うんですよ、これ。GQ、え、さ、ー、禁止ね、えー。まあ今日もね、えー、某鈴鹿エース学院のように喋ってあるんですけど、<laughs> あの、世間話ね。別に私、鈴鹿エース学院教えてか全くそういう話じゃないんですが、この中で、これから今から私民法を講義しに行くんですよ、みたいなところで、まず最初に、えー、ね、なんかそのエースの人が言ってたのが、 例えば自分家の前に車とか勝手に止まれても簡単にこれどけれませんよね、みたいな話をして、そうだよね、みたいな話して。で、これなんでできないのかっていうのが、これは民法っていうかもう全法体系で言えるんだけど、我々主人が、え、んて言うんですかね、え、まさに自力で車どけちゃダメだからなんですよね。うん、どういうことかっていうと、この講義でも、例えば、 国や実態だと何にも裁判所の判決とかはね、債務名義って言うんだけど、お墨付きなくてもいきなり差し押さえとかできるんだよねって話をしたけど、我々できないよね。そのことを言ってるんです、この自立救済禁止っていうのはね。あくまで我々は自分の権利は裁判所を通知しなきゃいけないってなってるんだよね。通じてっていうのはまず判決もらうの。で、その上で判決もらいましたって言って、裁判所に強制執行もしてもらうってことですね。 我々が勝手に強制執行はできないんですね。これを GQ さん禁止と言います。で、これをね、坂手にとって確か横浜地裁がどっかが、じゃあって言っていきなり裁判所目の前に車バーンと止められたっていうのがあって、心の中で、ね、で、ざまいやいや、うんあああ、あの、次からちょっと私首にいたかもしれないんですけども、ちょっとそのね、車勝手に止めないと半月取ってどけなきゃいけないって、あれなんとかならないのって私、本当思ってるんですよね。 おかしくないそれっていうふうに思うから、ものすごい手間と時間かかるんですよ、これ。私ね、あの、えー、っとね、小物町長として、小物町の、えー、ために債務免許、それでいくつか取っておりましたもんね。車どけるのにね。私がいるからさ、ただで裁判できるんだけど、あの、他の自治体やったらだいぶ弁護士もかってるよね、と思いながらね。う なんか特別法があって何かそういうのは判決とんなんかできるのないのかなって思ってるんだけど、職員調べろって言っても調べないんで <laughs>、うん、まあ私が調べるいいのかもしれないけどね、まあ県とかなんか条例い容っていのね、<laughs> 聞いたりもしたんだけどね。調べてる、あの私が起案して裁判やったら早いんで <laughs>、あの、それでやってたんですけどね。だから自治体ですら条文とか法律がないと地域救済は禁止されてるんですよ。ちなみにね。うん。あの、 えー、税金とか例外的に国税調収法とか地方税法があるからできるんで、普通は自治体でもできないから、自営救済ね。はい。じゃあなんで自営救済禁止されてると思いますかその前に。ね。えー、まず一つは、やりすぎを、我々主人がやるとやりすぎちゃうことあるんだよね。迷惑料だって言って、えー、債権の金額が500万のに600万、7百万取っちゃうとうね <laughs> の。そういう、それってあの、 犯罪ですから、それね。あの、刑法でも禁じられちゃうんで勝手にお金を持っていっちゃうっていうのはね、窃盗とか恐喝なっちゃう恐れありますね。うん。だから自分ルールっていうのはもう一方で押し付ける結果になるからだよね。あともう一個は、間違いが起きる可能性がある。間違いっていうのはそういったやりすぎ以外で、例えば、隣の家から金持ってきちゃうとかね。<laughs> あの、柴田さんが二つ並んでてさ、<laughs> それであの、隣の柴田さん入っちゃうとかね。 ねえ、田舎とかだとありえますからね、本当に。私のね、家とかでは、柴田はあまりいないんだけどさ、本当に、あのー、ね、同じ名字ばっかりの集落結構ありますから。<laughs> 隣に入っちゃって、隣に強制事故とかしちゃう可能性あるんだよね。でも裁判所がやれば、そのあたり慎重にやるし、あの、理性的に冷静にやるから、一般人がやると興奮しちゃって間違えるってことあるんだよね。うん。慣れてるわけでもないしね。 てか今言ったみたいに、あの、間違って他人に強制執行しちゃうとか、やりすぎちゃうっていうなると、それ自体が権利侵害になっちゃうから、それ許し、それめちゃくちゃなんです、そのこと許してるとね。だから、近代法の原則ですよね。あくまで権利の救済は国家機関を通じてしかできないっていうね。国家機関ですら裁判所通じやるのが原則と。 ただ、税金とかは、まあ、そういう間違いを受る可能性少ないのと、いちいち、ものすごい数が多いから、いちいちそれについて、裁判名義を取っとくっていうふうになると、えー、まあ、あの、治用だおりになるし、裁判する以外の、まあ、いわば、間違いを受にくいようないろんな規制を置かれてるんで、例外的にできるんだよね。また、それ行政よりやります。はい。行政ですら、自立救済は禁止されてますからね。理由は繰り返しになりますが間違いとかやりすぎを防ぐためです。はい。 次に早速の役割っていうふうなことで、まあ、これはこの後すぐやっていく話なんですけど、まあ、まず民法の適用対象を決めなきゃいけないんで、人についての定めがあるっていうことですね。一章はもう今さっきやったんで、その、権利乱用とかね、そういう話ですから、二章三章っていうのは人についての定めをまたやります。これは、あの、まあ、そのまま民法の適用範囲の話なんですよねで。それはさらに言うと、民事訴訟ができる人の範囲でもあります。 まあ実際民事訴訟できるのは人じゃなくてもできる例外はあるんだけど、まあ、ほぼこれは民事訴訟を起こせる人や、民法を適用されるものの範囲だと思ってもらっていいです。うん、だから猫が訴えができないっていうのはここに根拠あるということですね。猫には財産の帰属がしないの。ね。えー、ポチの家って書いてても、これは犬でいるかもしれませんけど、それはあくまでそのポチの飼い主、ポチという犬の飼い主のものなんだよね。いわばそのポチの家っていうのは。まあ誰かが借りてるかもしれないけどね、ポチの家もね。うん。 あくまで人でないと、法人かもしれないけど人じゃなければ、民法上の権利主張できないルールになっています。それは結局、それ以外をわざわざ認める必要はないからですね。国の仕事が再現なく増えるから、権利の主体として民法を使ったりできると勝買って増やしちゃうと、国の仕事が再現なく増えるんで、まあ、これはまあ、そこら辺、本当に救済の必要あるものに絞るっていうのは、それは人だけって話になってるってことですね。あとは、まあ、 あの、財産権っていうふうなものの対象、特に物件対象になるものの範囲を決めるっていう意味で、物についてのルールもあるということですね。実際、物じゃないものも物件対象に事実上なったりもするんで、あの、で、ですけど、まあ一応物件の対象は何なのかをはっきりさせておくために物のルールもあるんですよね。所有権の対象とかを決めるって,ってことですね。 まあそういう意味ではね、ここら辺の物っていうルールって物件のがあってもいいような気がするけど、まあ債権でも、まあ契約上で、ね、何かものを引き渡さなきゃいけないことも発生するから、まあそういうとくのがやっぱりいいのかなって話ですよね。あとは、最後、最後に法律行為では事っていうのは、ここのところ見てて最近ツイートねしたんですよね。何か強い力がないと権利変動起きないっていうのはね、なんか物理と似てるなとか最近ツイートしたんですけど、あの、 何か力が働かない限り物って動かないって話が物理でやるんですよ。物理知らなくていいですよね、皆さんね。<laughs> うん。で、生徒同じように、法の世界も何か力が働かないと、権利が消滅したり発生したり、中身が変わったりしないんだよね。で、その強い力っていうのは、まずは法律行為で呼ばれる、ま、契約。ないしは例外的な取り消しなどの単独行為って呼ばれるもんだけど、まあ、まずは契約なんだよね、原則はね。で契約っていうのは我々が、 意思に基づいて合意する。えー、当事者の権利者義務者間で、えー、話がまとまる。合意する。意思。その、で、それ合意は意思がないと合意自体成り立たないんでね。意思の力ってすごく強いんですよ。法律の世界では。ね。思わない義務は負わない。これが民法原則なんだよね。ただその例外が事項っていうやつで、これは法律の規定があると、事項という法律の規定があると、えー、我々の意思と無関係に 権理が発生したり変更したり消滅したりするということですね。権理変動って言葉が今後でいきますが、これは発生変更消滅のことです。発生変更消滅。<laughs> 発生変更消滅のことですね。まあ、発生と消滅が特に重要なんですけどね。実務では変更もまあまあ重要なんですけど、試験ではやっぱり発生と消滅が重要ですよね。発生試験は正規薬になります。消滅性も正規学になるからね。 変更っていうのは、まあ、発生と消滅の応用なんで、まず、あ、まあ、やっぱり権利が発生しているかで。発生しても実は消滅せんじゃないかってなると、原告の責任認められないんで、だから裁判のち値も決めなたって、ここら辺の法律行為のルールがちゃんと守るとどうかっていうのは結構、いうのは結構重要なんだよね。まあ、現実には法律行為を実行の方が条文、あの、実務で使うこと多い気がしますけどね。あんまり使わないですね、何のかの言って。試験でめちゃくちゃよく出るんだけどね。実務ではね、完全、 再権法のルールがよく使いますね。試験でよく出るんですよ。でも、法律行為ね。はい。では次、人からやりましょうか。あ、ちょうどいい時間になりましたね。えじゃあちょっと一旦休憩しましょう。10分休憩して、この続きは、えー、っと10分後ということしましょうね。じゃあ後半始めてまいります。人からですよね。で、人はもう先ほど言った通り、人じゃなければ権利者になれないです。 あと人じゃなければ義務者になれない。まあ、仏は物件の客体にはなりますけどね。ただ仏の場合義務とはあま言わないんで、責任は一応発生するのかな。抵当権とかだと。うん、でもそれもじゃ仏に責任が発生するっていうふうな感覚であとはちょっと違う感じもするんですけどね。とにかく権利者には義務、特に権利者になれるのはもう人だけなんでっていう話ですよね。 で権利者になれるのは人だけだってことは、ほぼそのまま民事訴訟を起こせるのは人だけだよってことになるんだよね。権利主張して訴えを起こすんで、っていう話ですよね。稀に義務がありませんって言ったら起こすこともできるけど、そういう場合は、訴えられた相手が何言ってんだ、俺は権利があるんだっていうふうな主張をするようにって幸せは言われて、そっちがまあ、あったまに訴えを起こして、俺は義務がないって訴えを取り下げるの普通なんで、 結局全部権利者が訴え起こすような方向性に全部誘導されていくみたいなことになる。ほとんどそうですよね。というわけで権利を主張し、その上訴えを起こせる人の範囲が、この人っていうものが決まるって思ってもらえばいいです、ねで。それで結局それ以外のことを言っても裁判所受け付けないんでっていうね。裁判所は取り上げる国が事件解決しなきゃいけないってい取り上げる範囲を制限するっていうね。そういう仕組み、そういう仕組みになってるわけだよね。 はい。まあ、ちょっと答えを言っちゃうと、少し例外についてね。私が実態で、ちょ、首長やってたときに、本当に多かったのが、この自然人でも法人でもない団体ですね。<laughs> 自治会とかね。<laughs> あの、えー、ね。本当にね、どっちでもない、権利のくな記者団っていうのを、まあ、今日もちょっとやろうと思ってるんですけども、その権利のくな記者団って何なのかイメージ全くわからなかったんだけど、首長やるまで、議員とやるまで。めちゃめちゃいっぱいんですよ、そういうのは。地方政治に関わる、ね。 財産区っていうのもあってさ、財産区っていうのも、あの、地方自治体のこともあるんだけど、でまあ実はただのこうね、よくわからない団体ってこともあるんですよね。よくわからないって怪,怪しくはないんですけど、自然人でも法人でもない団体となって、本当に多いんですよ。そういうふうな地域社会の政治やってるとね。でそういうふうな団体があなた法人でも人でもない訴え起こせませんって言うと、ちょっとあの、裁判所は事件解釈でほっぱらかしにすることになっちゃうから、 例外的に、そういうのは訴え起こせるようになってますよね。自治会とかね。あと、学童とかね。学童ってさ、公営のものがほとんどなんだけど、私の町はね、遅れててね、あの民間にやらせてるんですよね。大体いい公営なのにね、90%が公営なんですけどね。結局金出すのは嫌なんだろうなとかね。あの職員が仕事増えるのが嫌なんだろうなっていうふうに私は疑ってるんですけどだ、だからそれを正しくやる前に選挙落ちたんでどうしようと思ったんですけどね。 まあ、とにかくそうやってして民間に学童をやらせてるったりするんだけど、あとはまあ大学とかでもね、中央大学振興会とかね、ちょっと名古屋で言ってもちょっと意味わかんないかもしれませんけど、えっと、なんかそういう受験団体みたいなものがほぼ予備校みたいな機能を果たしているものがあったっていうか今もあるのかもしれないんですけど、ああいうのも法人格は多分取得しないんだろうなって思うんで、そうするとそれは法人格はないけど、でも実際は法人と同じような使わなきゃいけないようなものってあるよねっていうね。 ほとんど法人と同じような社会機能を果たしているものは、例外的に、権利ンリドンクなくしゃらなんって言って、売ったおこせいするっていうね。もう先、に後で出てくること言っちゃったんだけど、そうね。何回聞いてもいいでしょってことで言っちゃいました。だからあくまでね、そういう、あの、原則は自然人法人で、あと法人に準じる団体っていうのは、まあ、あの一応法人と同じように扱うこともあるって思,思ってもらえばいいですね。 で、この人である以上必ず持っているのはこの権利能力ですね。この権利能力っていう言い方に変えたりしますね。さっき言った訴えが起こせるかどうかとか、民法上の権利の主張ができるかどうかっていうのはね。人ならば必ずあるのは権利能力です。で、あとこの以降に出てくるものっていうのは全部あのね、人によってあったりかったりするもんなんで、ね。 ほぼ人であるイコール権利能力あるっていうことで、これはもう言い換えすぎないぐらい思ってもらっていいですね。はい。だから、人でないと権利証できませんよっていうふうなことを、柴田さんは例えば権利力あるとか、の法人は権利能力あるとかいうふうな言い方するっていうふうなことですよね。はい。 権利者でな、なる資格のことですね。権利者として法が認めているような、そういう資格、そういう資格があること。訴えを起こしたり、権利証をするような資格があることを、権利能力があるって言い方をします。はい。法がそういうのを認めてくれてること,っていうことを、まあ、権利能力って言うんですよね。だから能力っていうとさ、何か特殊技能があるみたいだけど、そういう意味でも何でもないんで、これはね。裁判所か、国がそういう認めてくる資格に過ぎないですね。 でもう一回繰り返しですこれは人ならば必ずあります、赤,んち,赤ちゃんでもあります、ね、胎児はないですね、部分的にですけど、部分的にちょっとあるんだけど、ね、相続が受けられます、遺贈が受けられます、不法行為に持つ損害賠償を請求できますとか、そういうのは一部例外があるんだけどね、ね基本的には胎児だったら人ではないので、えー、胎児の権利証っていうのは、生まれてないのに権利証はできないっていうことになるね。 死んじゃうと相続が起きるから、相続人が権利主張の主体になるから、死者には権利能力がない。だから権利主張できないってわけですね。なんか権利能力あるとかないって言うと分かりにくいんで、要するに権利主張できないって言い換えちゃえばいいんだよね。胎児は権利主できませんよ。死者は権利主張できませんよ。そんだけです。はい。人はみんな権利主できます。人じゃないものは権利主できません。そういうことです。次。 で意思能力とか行為能力っていうのは、これはもう、ちょっと、さっきの権利能力全然違う概念ですね。どっちかっていうと、その、指摘字と深い関わりがあって、指摘字っていうのは、希望しないことを押し付けないってことなんだよね。言い換えると。で、希望しないってのは、どんなけに希望しないのかっていうと、まあ、あの、 普通は希望する、その人が言ったことはその人の希望だったしなっちゃうんですけど、嘘をつくようななんて保護しなくていいんで、ね。ただ、心に、そのな、なんて言うんですかね。なんか変な注射を打たれて薬物を打たれちゃうとかですね、<laughs> まともな判断力じゃなくなるってことって人間あるんですね。でここら辺で大抵、あの、講師というのは酒を飲みすぎと言うんだけど、まあ、ちょっと酒飲んで記憶飛んだぐらいじゃ石の服なしにならないんで <laughs>、 病的命定っていうような、滅多にないようなことじゃな、になった場合の話ですね。もともと酒飲むと普通でありえないような人間がその変わるとかいうなのが、もう、あふその皆さんの普通の酒、酒の席で見るようなのとはもっとレベルが違うようなですね、あの、ような場合、二重人格じゃないかっていうぐらいの状況じゃないと意思能力っていうな話にならないんだけどね。 ま、とにかくそれぐらい、ちょっとその人の、え、ま、人格がもう違うぞっていう風なぐらいとか、判断力が全く失われてるよっていう風なね、それも、もう裁判所がそりゃそうだよねっていうような原因があるような場合に、え、ハット割りに帰った時に、なんでこんな家を売り渡すって飛躍してるんだっていうのを、その家を売り渡さなきゃいけなくなっちゃう。大変だから、ね、え、買ったばっかり1000円で売りますと <laughs>。困っちゃうんで、それ。 なんでこんな契約したんだろう絶対ありえないっていうような時に、裁判所としてもこれはありえないよねっていう風な時に、無効にし上げるための道具っていうかそういうルールが必要なんだよね。その一つとして方が、この意思能力っていうものを定めたんだよね。で、これ条文、丈夫に3条の2って書いてあって、昔条文なかったんですよ、これ。それは、あの、裁判官がすると、指摘事情原則が言って、意思がない場合に、 その通りの契約の効力を認めないのは当たり前だって裁判所が思ってるからんですね。ただ、我々にとってはそれってちょっと特別ないのっていうふうに思うから条文が設定されたんだよね。うん。たら指自治もさ、条文化していいんじゃないかと <laughs> 私は思うんですけど、ただ私的自治を条文化すると0条になるのかなとかね、<laughs> 枝番号でさっきの、いね、まあ、まあ、そうか。なんか,なんかな、なんか,おか、結局条文化されなかったんですけどね。 とにかく意思能力は昔条文なかったことの名残です。今後の脳にって枝番号ついてるっていうのは、改正された後だと思ってください。で、なんでのにって入れるかっていうと、あの、これを枝番号なくていきなりこれ4条とかしちゃうと、その後の条文全部数時間なきゃいけなくなるんで、そうするとめんどくさいだけじゃなくて、昔の判例とか昔の文献が全く何が書いてわかんなくなるから、 まあ、場合によってはさ、その、まあ、文献が全く昔の本が全部無価値になってもが、ガサッと変えちゃうってことあるんだけどね。平成の確か8年とかだったから民事訴訟法全面改正とかね。商法から会社を独立して別に作りましたみたいな場合は、これも条文が全部変わってるんで、昔の本が全く役に立たなくなるっていうね。まあ、その方が予備校の講師として、あ、えっと、<笑><笑> 力量が試したよなと。<laughs> それで儲かるとかじゃ全く言うつもりはあるんですけどね。本格力あるとか、能力のある人は、それは商売のチャンスなんだよね。逆に能力ない弁護士とかは、それで淘汰されるんだよな。っていうのはあるよね。そういうことと、その勝ち組というのは能力ある組入れるようにね、ちょっと自分も力を維持できしていかなきゃいけないな、っていうふうに思うんですけどね。改正を喜ろよしチャンスビデチャンスってね。 ほとんど q 割方の弁護士はそう思わなきゃ面倒くせえなと思う人がほとんどだと思うんですけどね。とにかく、だからその面倒くせえなみたいな形にならないように枝番号をつけるんですよね。で、その上で、医師が、えー、かけてると、全く思ってのもないような金額で物を売るっていうふうにね、えー、契約しちゃったっていうような場合に、えー、この医師能力が欠けてる、えー、欠けてるなんてことを、まあ、理由の中で書くんですよ。判決の理由でね。で、その結果、じゃあどうなるかというと、 法律行為って契約に置き換えるのが分かりやすいですね。石のおるかけたした人の契約は無効になります。無効だから契約に金払いますとか引き渡しますとか書いてあっても全部そんな効果は生じないということですね。はい。無効っていうのはまあ結局そういうことですよね。契約書に書いてある義務は発生しません。そんだけのことです。今後ね、法律行為ときた契約って言い換えればいいし、無効って言ったら権利義務が発生しないってことな気です。<laughs> はいで。なんで無効なのかっていうのは私的自治だからですね。対応する意思が欠けてるのに、希望しないような望まないことを押し付けるべきないからです。っていうことだよね。でそのことによって、その人の権利保護、財産保護になるからっていうことですね。意思能力欠けてて、思わぬ、全く思わぬ契約をしたっていうね。しかも、そういう思わぬ契約したことにその人に全然落ち度ないっていうような場合に、こう意思能力っていう概念を使うというなことですね。 ただ、そんな場合って、なかなかないんで、かなり慎重判断してないんで、だから下に書いてるんだけど、個々のこういうことに判断しますよっていうね。うん。当事者が言っても、なかなか通らないと思います。ただ、これは確かに意思能力ないよねっていうのは、医者、医師の診断書とかつけて、それも、それも診断書みたいなペラッと一枚とかじゃなくて、きちんとこうなんか、学者のね、えー、医者の書いた、そのなんか意見書みたいなのつけて出すとか、そういうことをかなり丁寧にやって、やっと認めるぐらいでしょうね。 まあ、現実には、これに近いことが多いのは、遺言だね。い、いわゆる遺言って言うんだけど、遺言って言うと素人扱いになるんで、ただ遺言って言うと一般の人はわからないんですけど、遺言が無効になるっていうのは大抵はこれですね。はい。遺言が一番使う、だから意思能力これかけてますねっていうのね、はい。特にね、遺言はね、この後の行為能力使えないんで、ルールね。でも意思能力で行くしかないんだよね。うん。あとはね、あんまり普通の契約で意思能力かけてますっていうね。 いやあ、思わぬ契約をうっかり薄んじゃったんですよって感じではちょっと通らないんで、うん。ちょっとこうね、気に入られたいとかね、好かれたいと思って契約を結んだんですよって,って、あそうですかって言って、無視ですから、そんなね。そでも、ね、あの、でも、それでもいいと思って契約したんでしょというのが違うんで。で、次に行為能力っていうのは、そういうふうな意思が欠けてることはすごく多い。十分な判断がない。 とか、十分どころか、そもそも判断の具をかけてる人っていうのが中にはいるんだよね。まあ、一番典型的なのが、まず赤ん坊ですよね。<laughs> 有効ないし、いけないだけだよね。うん。あんまりこうね、おもちゃ売り場とかにガラガラっとこう連れてって指さしたからって全部買ってあげるとか <laughs>、あ、これは契約締結されましたね <laughs> とかね、店の人が行ってくるとか、ね、そんなことはちょっと言われて困っちゃうんで。 有効ないし、ゼロ歳児が持てるわけないでしょ。寝返り持てないのにって話になっちゃうわけですよね。うん。あとはやっぱり、まあ、いわゆる認知症とか、そういう病気、えー、判断能力、まあ、障害のこともあるし、精神病の時もあるし、加齢のこともありますけどね。設定して判断力が全然ないっていう風な時もありますね。ただ、病気とか加齢の場合とか、障害の場合もそうだけど、判断能力不十分っていう中間的なグレーの時も,もちろんありますよね。 子どもってそうで、やっぱりそれが3歳、5歳、えーねまあえー、だから小学校1年、小学校入ってるのか、中学校入ってるのかによって、どんどんその判断がついてくるから。で、えー、で民法はそういうふうに、判断力がない場合と、不十分だっていうふうなことがあって、えー、今言ったような人たちは、判断力ないから、自分にどんな大きな被害、どんな損をしちゃうかっていうことは分からなくて、契約しちゃうことがあるわけですよね。 まあ赤ん坊だと契約するってこと自体が裁判所認めないんで実際あんま使わないんでしょうけど赤ん坊の場合で行為能力みたいな話はね常に親が謝契約するでしょうから赤ん坊の場合は実際はあんまり使わないんだけどこれね、うん、まあとにかくただ今言ったみたいに十分な判断能力がないとかそもそも判断力自体欠けてるっていうような場合にその人の財産を保護すいちゃうんだよね保護するっていうのはまあわかりやすいのはそのおじいちゃんがちょっともうね 判断が全くなくなっている状況で、勝手にお金を下ろして全部使っちゃうとかね。勝手にこういうことになるわけですよ。その、本当に多いんですよね。相続関係争いで、えー、こんな不自然のお金を抑さえ方してるんですって、ああ、またか、みたいなね。大体そういう現金って返ってこないんですよね。うん。まあ、た、とにかくそうやってして、うわもう、もう後からそういうことわかるっていうこと多いんだけど、そうならないようにやっぱしなきゃいけないと思うんで、 私はこんなにおじ,おじいちゃんを世話したからっていう,ていうね、なんかよくわからない理由で、あの、それにそ見合う報酬を請求するのはいいんだけど、そうじゃなくて、何千万も使い込んでじゃあやっぱダメだっし、出発になるから、それはね。でそういうことにならないようにするために、そういうふうな、その判断力不十分ないし、ない人の財産を保護するための制度を、行為能力の制度っていうんですね。正確に言うと、 行為能力あるものは財産を保護しなくていいから、あの、行為能力が制限された人の財産を保護するって制度がある。これが正しいんですよね。あんまりだから行為能力って言葉使わない。制限行為能力って言葉が圧倒的に使います。で制限行動者っていうのは、えー、ね、さっき言った意思能力が常にないとか、部分的にないっていうね、ことがあるので、 その時にいちいち、あの時私はそんな意思がありませんでしたとか、立証をですね、させてると、まあ、結局、そんな立証に失敗する可能性はすごく高いです。さっきり言って意思能力の立証って無茶苦茶がなかったという意めちゃくちゃ大変です。遺言無効とかも簡単に言われるんですけど、あんな無効だとかね、うん。そんな簡単じゃねえんだよねって、さっき言った意思のカルティをね、こう取り寄せて、みたいになるわけですよ。意見書斑でもあって、みたいなね。 いちいちどんな取引も全部そんな風にして取、取あ、無効にしなきゃいけないってなると、本当に財産全部使えちゃうんで、赤ん坊だけどさ、すごいね、あ、かわいいねって言ってめちゃめちゃ財産おじいさんもらったとかね、そういうお金持ちいる,いるしさ、おじいさんおばあさんだったら別にそうじゃなくて、これまで長年の間でね、本当にこう、えーたえー、ね、貯蓄したお金がバーンとあるってことあるからさ、これがもう判断力なくなったら全部食いつぶされちゃうってことあっちゃいけないから、そうやって、えー、今言ったような、 あの、でね、え、の、判断のが不十分ないし、ない人に、この人は制限効力者ですって裁判所が認定してくれるんですよね。決定って言うんですけど、決定をしてくれるんですね。あさ、えー、ね、制限効力者だって決定してくれるんです。そうすると、その時点から、この制限効力の制度を適用されて、一緒に保護者が必ずつけられます。保護者いないと保護できないんでね。私もそう保護者やってますから、ちなみに仕事で。ね で、何やってるかというと、一年に一回、あの、預金とかさ、あとはその、不動産の状況とかで、変わりありませんとか、あの、預金通帳の数字こうなってますっていうふうなことを裁判所報告して、私が使い込んでないと、と示すんですよ、これね。弁護士が使い込むっていう例もありますからね。うんで。弁護士になったら余計使い込むといけないから、一年に一回報告させるっていうのが、大体、その仕事になってくる、その内容になってくるんだけど、そして財産がもう繰り返しになります。使い込まれないように保護する。 使い込まないでするっていうことですよね。はい。これが制限効力の制度ですね。もう一回言います。裁判所が、えっ、ー、と、ま、あ未成年者は裁判所言わなくていい。自動的に。すみません。あの未成年者は裁判所言う必要ないです。ね。自動的に制限効力者ですから、未成年者はね。最近18歳以下、18歳未満になりましたけど、昔20歳未満がね。で、これは例外ない。全員保護者がつけられます。保護者つけないと財産の方ができないから。ね。 管理者つけるんですよ。ね。え、で、その上で、まあ、保護者が財産を勝手に使わないように守るのと同時に、制限購入者自身が騙されて契約したみたいな場合には、これは取り消し、その保護者が取り消しますって言って、取り消してなかったことにして、財産が外に流通しちゃうことを防ぐっていうことですね。使い込まれたりするのね。で、これはいちいち制限購入者が、 能力ありませんでしたって立証しなきゃいけないとすると、すると、実際はほとんど立証失敗しちゃって財産が全部食い潰されちゃうから、それじゃあ不合理なんで制限効力って制度を作ったってことですね。能力が、なんか酒飲みすぎました、薬打ちましたって事情はなくても、もう常に能力不十分とか、不十分なことが多いっていうふうな人が世の中にいるから、その人の財産を保護するための制度だと思ってくれればいいです、ね。 やっぱ実務やってね、仕事ってどうやってやるのかなっていうのが分かってね、分かって、ここら辺自分自身もよくね、あの本当に勉強、あの自分が昔実務に就く前に講義した時よりは、あのイメージ、具体で出しながら話していけるのがいいなと思うんですけどね。で、次、制限能力者、制限行為能力者っていうのはまあ正しいんですけど、制限行為者としては、まあ未成年者がいて、成年非後継人がいて、非補佐人がいて、 ええと、もう一度、非補助人がいる。なかなかでは、ね、できた。非補助人え、え、えっていうのがいるというふうなことですよね。はい。えー、っと、で、未成年者とそれ以外って分けると分かりやすいと思います。未成年者だけ特別だよね。例えば、裁判所の決定がいりませんとかね。年齢が18歳未満だと自動的にみんな制限行新者になりますから、ね。 うん、でも18って数字って、まあ、ある意味分かりやすいって分かりやすいよねっていうのはね。まあ、大学生もね、あの、19、まあ、えー、ね、ほとんどが、なんか大学生の中に一部未成年者いたり、そうじゃなかったりするっていうのが、なんか気持ち悪いなって思ってたんでね。大体はね、1年のうちに19歳だったりするんでしょうからっていうね、ことで、なんかそれはそれでありなのかなっていう最近思ってるんですけどね。 まあでもね、19歳は酒飲んじゃいけないんですけど、それは変わってないから、あくまでも民法上の,あの未成年者がこうなったってだけですからね。うん、まあ収録してるから実は飲んでるんでしょうとか絶対言えないんですからね。<laughs> <あの> <laughs> そんなことない、ある,あるわけないんでね <laughs>、って話ですよね。で、えー、満18歳達しても全てと同しになって、で、はっきり言ってさ、17歳以下の人の中でも、 赤ん坊か17歳って全然能力違うよねって思うんで、なんか乱暴な気が今でもするんだけどさ。だけど、だからと、じゃあどうやって線引くのかっていうね、制度が複雑になってくるんで、だからもうこういうふうなもうちょっと、あの、制度を無理に複雑にしてぐちゃぐちゃにするよりはもう分かりやすいんでこれになってるんだけどね。立法論としてね。国民がおかしいって大声あげればさ、まあ治るかもしれないけど、まあ、 むしろ制度が複雑になる方が国民にとって理解できなくて使いこなせなくなると困っちゃうからもうこういう整理になってると思ってもらういいですね。で、えー、この未成年者はとにかく制限、能力は十分じゃないですから未成年者が来た契約は全部取り消せます。ね。取り消せないものもちょっと一部あるんだけどね。と、じゃから取り消せ、全部取り消せは原則っていうふうなことですね。はい。 で、それを取り消すのは誰が取り消すんですかっていうのはまたやるんだけど、まず実は未成年者本人が取り消せます。常にね。あと、保護者も取り消せます。保護者取り消せないと保護できないんで、買っていい場合買ってきましたっていうのは、あ買っちゃったら仕方ないねっていうのは保護できませんから。ただ、保護者が取り消せるっていうのは、だからみんなすぐわかると思うんだけど、本人も取り消せるっていうのは結構忘れる人いるんで、これは気をつけてほしいんだよね。常に本人も取り消せます。 だから、青年非公権人って言って、これ一、これ、要するに認知症とか病気とかで、判断力全然ない人だからさ、それでもり、まあ、実際だからこの人が取り消すことは現実にちょっと考えにくいんだけど、施設入ってたりしますからね。だけど、まあ、その人の名前で直接取り消しはできるんですよね。意思能力の点で問題ない気がしますけどね。本人が取り消せるって言うと、意思能力書いてたらやっぱり統計消せないんで、それはね。まあ、い,いや、ちょっと細かいこと言いすぎたごめん。 まあ、本人は取り消せる。これがよく覚えてほしいんですねで。保護者ももちろん取り消せます。ということですね。だから、保護者の、ね、未成年者の財産を管理して、えっ、ー、と、まあ、だから保護するための手段、権限として、バッチリ取り消し権書いてありますよねで。追認っていうのは取り消しの逆で、取り消せなくすることを追認と言います。これは相手が言ってくるんですよ。あの、お兄ちゃん18歳未満だったんだってね、って言ってね。 でもこれね、あの、ちょっとなんとしてくませんかねって。で、親がね、じゃあいいよって、あの、友達だからって言って、ね、<laughs> あの、お隣のバイク屋さん目を埋えちゃいけないから、じゃあこれ認めるよって言ってね。で、認めてもね、子供には乗せないで自分で乗るとかいろいろあると思うんで、とりあえずそうやってして、取り消せなくするってことをしてもらわないと、契約の相手がさ、いつまで経ってもね、なんか、まあ、5年経ったら取り消せなくなるんだけど、でも4年目に取り消せるの困るじゃないですか、やっぱりそれね。 早く取り消せないようにしてほしいっていうな時に、取り消せなくしてあげるから安心してくださいっていうのを追認っていうんですね。もちろん追認は保護者がないとできないです。未成年者本人はできないからね。できたら、あの、意味がないじゃないですか、ね。契約すると同時に追認すればいいことだからね。そんなバカな話ないんで。あと、同意権って事前の追認のことですね、これね。だから、親の同意もあってくれ、くださいっていうのはよく契約者あるでしょ。あれです。ね。で、同意があると取り消せなくなるんだよね。 だから取り消しを中心に考えればいい。これ、後から取り消しくするのを追認って言って、先にもう保険っていうか、もう取り消せないようにして、するっていうのを同意っていうんですよね。で、こういうものがないと、あの、本当未成年者は誰とも取り消しができなくなる可能性あるんで、うん、いや、いつ取り消せかわかんないって言って、誰も相手しなくなるから、それはそれで困るじゃないですか。ね。っていうことですよね。 あと、未成年者がお小遣い持ってきてさ、ガム買いに来たと思ったら取り消せるんですかって話なんだけど、それはね、実は下に能力制限された例があるんですよね。法定ラリンが処分してた処分ってやつになるんですね、これね、ちなみにね。で子供が、まあ最近駄菓子屋もないんですけど、駄菓子屋で、えー、ね、フェリックスキャットかなんかついてるガムとかね、結構俺好きな、<laughs> 好きなんで開けると当たりがついたりするんですけど、うちの息子2回も当ててね、私1回も当てることないんですけど、<laughs> でそういうのは、全部民法もさ、あの、うまくできてるよね、ここはね。えっ、ー、と、他にも単に権利を得また義務を免れる行為とか言って、あの、まあ、えー、ね、その未成年者が権利をただ得るとか、義務を免れるだけだったら、何人未成年者の財産に被害ないでしょってことでできることになってるんですけどね。だけど、こういう例外ね、他の保護者はない、他の成年被行機がないんですよね、別にね。 ただ、なんか未成年者はちょっと、あの、ノールがある、あったりなかったりする幅が広いから、こうなってるのかなと思ってるんですけどね。未成年者だけ、ただなぜか、あの、こういうルールがあって、ただ、このルール自体は、まあ、そんなにおかしいなもんじゃないと思いますね。権利を得るだけっていうのは、ね、あの、ただ単にお金もらえるっていう、お金もらうとかいう話だからね。いきなり所有権取得、土地の所有権取得しちゃうって話だからね。っていう話ですよね。 前って言うと、権利を得るって言っても、いらない権利っても中にありますからね。車のハンドルだけとかさ、いらないでしょ皆さん、そ通いらないですよね。そういうのは未成年者は、まあ、あの、判断でもらえるんだけど、成年被行家人が、まあ、とか、その他の人がこんなのもらっちゃったってなっても、いらないか返してくださいって,て,てって、できるってことですね、これね。なんか、らえるって言うと特っかと思うけど、実はね、いらないものって世の中いっぱいありますからね。 こういうことかなって私思ってますね、これはね。あんまり実務使わないんだけどね。あとすぐ上の代理権もお話し上げないね。これは、まあ、あの、これはよくでも現実に使うでしょね。子供の代わりに親がその子供のための財産を売ったり買ったりっていうのができないと、まあ、やっぱりそれは未成年者の財産管理が十分できないから、代わって契約をするっていうね。 いちいち同意を与えるとかさ、追認っていうふうなんじゃなくて、直接もうバーンと契約しちゃったら早いじゃないですかっていう話ですよね。だからまあ、とにかく未成年者の財産を適切に管理をするっていうふうなために、そのために煩わしいことはないように、無いきなり保護者が契約できるように代理権があるってことですよね。はい。能力は制限される例外を2つやったから、3つ目。これすごいですよね。営業有罪と未成年者、営業に関してした法律とか言ってね。 未成年者営業っていうのはまああんまりないと思うんだけど、でも別にできてもいいんでこういう定めがあるんだよね。うん、だから店開いてさ、売ったり買ったり、ね、親が許可あったらできるってことですよ。で、その際にさ、店でさ、物を売ったり買ったりって数がすごく多いはずなんだよね。なんで少なかったら儲かってないとてとだから <laughs> やめた方がいいんで、そんなのね。儲けるんだったら、もう売ったり買ったり売ったり買ったりいっぱいなきゃいけないんで、そのいちいち全部同意とか与えたり、で、親が全部大事しちゃいけないっていうと大変じゃないですか。 うん。だからこういうふうな定めがあるんだよね。まあ、なんか明治時代とかだとさ、もう15歳って言うともう大人だよね、みたいな形でね。もうなんか商売とかもね、してたりしたからそんな名残なんだと思うし、まあ今でも別にそういうことを許さないわけ、許さ,許さない必要ないから、15歳以上だったらまあまあやっていいんじゃないかなって気がするんだよね。中学校卒業程度だったらさ。うん。 実際さ、親族音世界は15歳以上って、もう能力ほぼ、遺言も15歳以上だったら完全に単独できるんですよ。遺言というべきなんですけどね。さっきと同じように言ってますけど。えー、ね。こう、その身分法、家族音世界だと完全な能力を認めることはすごく多いですよね。15歳以上って言うとね。ただ財産の世界はもうちょっと我慢せねっていうようなことで、18歳以上になってるんだけど、完全能力あるのはね。 ただ今言ってるのは15歳、16歳、17歳、1八って7歳、18って1歳かまでだったら営業許してさ、能力ある未成年者には商売させたってインジさせるっていうふうなことを国が止めるじゃないよねって話になってくるんでこうなってるんだよね。あんまりしないかもしれないけど、したいっていう人のは別にさせたっていいでしょって話になってるわけですね。別に10歳でもいいんですよ、それがね。この世界はだいたい15歳以上ってかなり能力認めてるっていう話をしたんだけどね、今ね。 別に3歳だってね、うちの奥さんなんか、こうようなんか年長さんの時に店番してたからね、家が駄菓子屋だったらしいんですけど、レジ口とかしてて、店に来る人が本当にあの子は何個させていいのかって言われたとかね、あの、そういう話を聞いてるんですけどね。うん、まあいいや、うちの奥さんの話はごめん <laughs> またど、ど、そっちゅう出るでしょうか、今後ね。なんか離婚したとか言われてるんだけど、うちの町でもうひどい話ですよね。<laughs> いや、あの、 いやいや大阪にね、あのうちの息子と一緒に息,息子が塾行くために、あい,やいやもうそんなこと言わなくていいんですけど、別、別居してるだけ離婚者って言われて困ってるんだよね、うん。で、次、あと、残りの青年非公権に非補佐人、非補助人をセットを覚えといってるのは、これ、能力のによって違いがある,あるだけで、基本的に同じような制度だからですね。うん。 大人か子供関係なく、ほとんど確かに老人だと思いますけど、障害がある人とか、あとは子供でももちろん、あの、こういう、えー、保護の対象にすることはできるんでね。別にこれ、あの、えー、子供でも対象になるからね。大人だけじゃないですから。で、全部裁判所が能力が不十分な程度に応じてどれにするか決めます。まあ、実際は最初に申し立て人が申し立てで決めて、それが不合理じゃなかったら裁判所その通りしますけどね。 ただ、これ、青年被告金してくださいって、そこまで能力かけてないよねってなったら、裁判所が、これ、補佐会社の審判って言って、非補佐人だっていう審判することはできます。これは。だから、いわゆる完全な弁論主義が認めてない。処分権主義が認めてないっていうね <laughs>。我々の指人の自由が認められてないってことなんですけど、この人本人、あの、能力がまあまああるのに、勝手に青年被告金にされて、能力全部負っちゃうと大変だから、そうなってるんだよね。 裁判所があまりおかしいっていうの,の場合には、これは生年飛行家にはいかないよねっていうのを非補佐人や非補助人、そういうことはできることになってます。普通しないけどね。でも大体わかると思うけど、能力が一番ないっていうか、もうないっていう人が生年飛行家人で、結構能力残ってるよねって非補助人で、その中間が非補佐人です。あとはそれに応じて保護者の権限がめちゃくちゃ広いか狭いかっていう違いあるってことだよね。 で、全員持ってる権限は基本的に同じ代理権取り消し、えー、取り消しと、または追認する権利です。基本的にね。っていうか、うん、正確に取り消し追認権を中心に考えてもいいかな。非補佐人や非補助人は、この代理権が全然ないっていうふうなことも、が普通なんでね。まあまあ、能力あるから、代理させるほどもないだろうっていうのが、法の考え方なんですね。でも、青年飛行権人ってね、ちょっと、 本当にね、施設入ってて、全くその、全部介護度5とそういう風な世界なんで、うん、あの、脳医拘束とか起こして、もう本当にもう判断力全然ないみたいな状況になってるようなものを言うから、本当にね、あの、そうすると、その人自身契約なんて絶対無理っていうような感じなんで、代理権が保護者与えられないと、本当に何もできなくなるんです、施設に配慮すさできないっていう話になりかねないから、当然代理権あるんだよね。 でも、非補佐に非補充にはそこまで全然いかないんで、ちょっと大丈夫、大丈夫じゃないよね、これぐらいで。多分家にいてもだい、家で介護してあげるだけ大丈夫かな、ぐらい世界ですから。だから代理権はないんですね、保護者に。むしろ保護者に代理権を与えちゃる、保護者勝手に契約者押さえがもうないわけないんで、ちょっと大きすぎる権限は与えない方こうとなってますね。だから、この取り消し追認権っていう風なものを中心考えて、 この保護し、えー、っと、だから、青年被告人と被補佐人みたいな能力不十分な人たちがした契約を取り消したり、あ、これは別に悪くないよねっていうものを完全に有効にするとか、この権限を駆使することによって財産管理をするんですよね。能力があればあるほど、能力ある人の自身の意思を尊重するためですね。それを、まあ、ただ、内容を見て、これはダメですね。これはいいですよっていうふうなこと、分けるのは基本的に仕事でなりますよね。 まあ実際はそれだけじゃなくて、ちゃんと使い込んでないことを裁判所報告するっても仕事なんだけど、実務的に言うとね。私もだからもう一回言うけど、経年後見にやってますね。私は非後見だと大変なことありますから、なんで後見やってるんだって気になるんで、当然私は後見人なんだけどさ。仕事は年に一回報告っていうのがほとんどでい、いですね。はい。まあ、あの、場合によって変わって私は印鑑を押すっていうことで代理権をこうすることがあるし、 勝手に契約しに行くとちょっとありえないんですけど、まあね、まあもしそんなことがあったら、これはありえない。なんで勝手にうごんうどん買ってんだってなったら、ちょっと業者が取り消すって話になると思うんですね。はい。で、能力が制限されない例外として、日常生活に関する行為。うん。例えば施設に入ってたりしてさ、施設に売店があったりするんですよ。そこでお菓子とか買ったって別にいいと思うんですよね。 まあ実際その施設の人は買ってくれたんじゃないかなって気もするんだけど、お菓子を買ってあげるぐらいさ、本人が欲しがったんだったらまあ仕方ないし、施設の人がそんな勝手にお菓子ぐらいでそんな何をしないよねってふうに思われるからさ。というのはもう私の許可がなくても勝手に契約して有効になっちゃうっていうふうな感じですよね。はい。売店ってどうでもいいですよ。ね、そういう施設にもあるし、刑務所にも売店ちなみにあるんですよね。ないとさ、受刑者の人が何もお菓子を買えないんで。<laughs> 東京高知所とかにもね、ありますよね。うん。です。あの、入り口とかあって、買って差し入れとかもするんですよ。ちなみに弁護人の仕事でね。<laughs> 先生、ちょっと漫画読みたいんすようってて、<laughs> 買って差し入れするっていうね。入り口のところにないものなんかは、まあ、近く、どっかの売店で買ってたりするんですけどね。<laughs> はい。すみません。余計な話しちゃいました。次。えー、非補佐人行きましょうか。で、この後はもう、えっ、ー、と、そうだな、ね、非補佐人、非補助人は、これも大体同じものです。 で、何が違うかっていうと、この13条という条文があって、この13条という条文がポイントになってくるんですね。で、ここにちょっと3号と10号しか書いてないんですけど、本当はもっとずらりと並んでます。ただ、まあ正直、全、3条、十条、そうね、条と10条以外も試験出ないよねって、何かあったら初めてその時見りゃいいっていうなぐらいのものなんで、省略してあるんだけど、これは、その、今言った非補佐林や非補助林が、 できないことは何かってことを書いてるんですね。言い換えると、えー、保護者が取り消しちゃうもののリストです。逆に言うと13条に書いてないことは基本的に完全にできるんです。その補佐人や補助人でもね。勝手に一人の自分の判断やっていいのいいのね。えー、ね。でも13条はそういう自由に任せると、えー、本当に食い物されちゃうような重大なもの、法律行為だけが、 あここに書いてると思ってください。ね。まあ、手形行為とかね。<laughs> 書いてないもので言うと、そんなもんあるんだけど、まあ、手形っていきなり言われても何なのか分からないと思うんで、ね。えーね、ね、えー。まあ、なんか、その、相続のね、なんか、放棄とか承認とかそういうのも勝手にできないってはずな、確かできないんじゃなかったら、すいません、ちょっとできないと思うんですけど、まあ、とにかく不動産、その他重要財産に関する権徳素目的行為ね。これ、これをもう一十分だから、民法的にはね。はい。 まあ、そういうわけで、えー、これと類することが書いてあげればいいです、あとは。で、唯一10条だけはちょっと類すること、類しないんで、他の制限公認者の法定ライになるのはできないというね。なんで、自分が保護されなきゃいけないもの、人を保護できるわけないだろうっていうね。あの、制限公認者の法定ラインとしてすることっていうのは、結局その、他の人の保護者として行為するっていうことを書いてあるのね、10、10条ね。うん。だからさ、 おじいさんが青年後継、非後期になってて、おばあさんが、あの、非補佐になってて、で、おばあさんがそのおじいさんの代わりに、わ私が保護者をするんじゃって、困っちゃうと思うんですね。それで、完全能力になったらいいよ。いいけどさ、そうじゃなくて、あなたも非補佐にでしょっていう状況で、本当に人を保護できるんですかってううになるんで、そういうのはダメですよっていうのは、この十、十問ですよね、これね、うん。でもね、昔のね、民法ね、そういうところがね、あの、まあちょっと、 当然、1号はまあ昔かあるんだけどさ、その、例えばおじいさんがわけわかんない状況になっているときに、おばあさんが、えー、っていうふうなときに、その、えーね、青年、その貢献とか、そういうふうなのが、その配偶者しかできないとか昔になってたんだよね。本当に昔の私が受験のときなんですよね。でもそれって <laughs>、あの、二人とも判断力ないとかね、近いっていうふうなね、ただ差があるだけとかどうするのかってことも問題あるから、今はそんな不合意な規定なくなったんだけど、ね。はい。 配偶者が当然に放射になくなってるんだけど、今はなくなったね。そうね、不合理な定めはね。で、とにかく13条は、これだけが取り消せますよっていうリストですね。で、その上で、補佐人とか非補佐人制度の場合は、13条の中身は全部取り消しの対象にできて、もっと増やすことできます。家庭裁判所審判でね。多分、しない、あんまりしないと思うんだけど、特に追加しておけばできる。ね。それに対して、えー、っと、 非補助人の場合は、13条一部だけです。ね。で、意味わかりますか ?13 条の一部だけが制限下、管理下に行くことだから、非補助人のができることは多いことになるよね。うん、まあ、だから1号から10号があって、まあ、もうそんな乱暴にかししないけど、じゃあ1号から3号だけで,できないことにしますってなったら、できること多いじゃないですか。非補助人は、能力が高いから、13条の中で、 自分だけできることが一部でもあるってことですね。で、全部できないんだったら、非補助人すべきじゃなくて、非補佐人すべきだからね。逆に非補佐人は能力が不十分だから、1 3条回とか当然全部単独でできない。取り消されちゃうの、場合によって。しかも1 3条よりもっと範囲を広げることも法律上はできます。これは結局非補佐人の方が能力が不十分な程度が高いから、できない、あんまり自由を認めない、認めちゃまずいからです。 非補助人はそれに対して、能力が、あの、まあまあ残っているから、なるべく自由を認めてあげようってことで、13条一部だけが制限、あの、管理下に置かれちゃうってことなんですよね。っていう話ですね。うん。で、えー、っとですね、非補助人についてなん、もうちょっとお話したんだけど、この人を非補助人にしたいっていう審判ね、これだけは非補助人自身の同意がないとできないですね。 ちょっとテキスト書いてないんですけど、一応、あの、言っておきます。なんでそれを言ったかというと、実務的に重要な可能性があるってことと、客一にも結構出るってことと、えー、そういう理由がある。で、あと、非補助人っていうのは、まあまあ、多く残ってんだなっていうふうなことの表れなんだよね。その人の意思を尊重しましょうってことで、その人の同意がないと、あの、補助解消審判っていうのの申し立てができないんですね。 補助会社の審判っていうのはこの人を非補助にしますっていうふうな決定のことを言うんですけどね。はい。まあ、とにかく、えっ、ー、と、非補助人の方が能力が残ってる。非補佐人の方が能力が不十分です。だからそれに合わせて法律が管理下に置く範囲が広くなって狭くなったりしてるっていうふうに感覚を捉えてもらえば十分ですね。はい。あとは、まあ、細かいことで代理権は、これはどっちも同じで、えー、まあ、 原則ないです。保護者が代理、代理になって契約することはありま、できないんですけど、火災が審判をすれば代理権を与えることはできます。はい。じゃあ次行きましょう。えっ、ー、と、制限行為能力者の相手方保護制度ですね。これ、実はさっきまでお話した追認とかが代表的なものなんですね。保護って何を保護するのかというと、取り消されちゃうと相手が困るってわかりますよね。 なんか、バイク買いに来たら、売ったらさ、あとか親が来て、これ取り消しますからって言うとあ困、困っちゃいますよね。やっぱり売れたと思った人がね。うん。もう、ね。っいうことですよね。だから、そこら辺の契約が、まあ、売った店からすると、思わぬことが起きちゃうんだよね。で、我々の思ってもないことが起きるっていうふうなことは、民法の世界では、それは保護しあげなきゃいけない。そんなことにはなる、なるのに、なるべくしてあげようっていうふうな、 配慮がされてるわけですよね。医師の自由を尊重するのが民法のルールだからね。もちろん制限行入者だから、えー、その制限行為者保護のために取り消されちゃうの仕方がないんだけども、全部取り消されっぱなしでどうしようもないっていうんじゃ、相手があんまりにもね、えー、ちょっとかわいそうだから、で結局はもう未成年者と一切取きしないでおこうとか言って、ねえー、そういう話にもなってくるということですね。 この点、ある程度相手を保護してあげれば、例えば、ツイリングであったり、同意があれば、有効になりますよっていうふうにすれば、安心して、まあ、じゃあ、ちょっと未成年者相手でも取りをしようかって言って、結局未成年者にとって有利な結果になるんで、だから、契約が無効な、取り消されたりしないっていうような場合を認めましょうってことなんだよね。でその一つが繰り返しになるけど、さっき言ったツイリングがそうだよって話だよね。もう取り消せなくなる,することによって、相手にとって安心してもらいますって制度ですね。 あと5年経つと取り消しできなくなるっていうふうなのも、取り消しができなくなるっていう意味では、相手方法の制度。ね。期間制限っていうふうな定めもね、あるよっていう話ですよね。あと、催告権ね。これ何かっていうと、えー、ね。推認するかどうか決めてくださいっていうか、そんな言い方しない。推認してください。推認を求めるって催促するんだよね。実務的にそんな感じになるでしょうね。 これはね、5年待てば確かに取り消しできなくなるんだけど、そんなに待てないよねって話です。ちょっと常識的に5年なんか待てないです、普通、契約なんて。ね。今すぐ追認してくれっていうのが当たり前なんで。うん。だから、で、それを、なんかいつまで経っても返事が来ないとかいうふうなことあり得るんで、そこで追認してくれってまず手紙出すんですよね。まあ、とからそんな手紙来てませんって言われゃいけないから、あの配達証明と内容証明と合わせて出しておいた方がいいんだけど、 配達証明っていうのが届きましたってことを郵便局が証明してくれるのね。で、その届いたものはこんな内容ですってことを証明してくれるんです。郵便局が証明してくれって内容を証明しています。通常両方一つの手紙にまとめて付けます。最近そういうインターネットでクレジットカードで自己払いできるんでめちゃくちゃ便利になったんですけど、ね。うん。こんだ、ですからこの場合だったら、その、追認をしてくれっていうような手紙を送りましたっていうふうな事実を郵便局が証明してくれってせいがあるんだよね。 で、かつ届けましたっていうことも証明してくれの。で、これをきっちり追認してくれっていう手紙が、その保護者に対して基本的にはそれを出すんですけどね。で、それでそういう手紙を出して催促したに関わらず、もしも保護者が無視したっていうような場合には、追認と取引所のどっちかに確定するんですね。特に保護者じゃなくて、法廷であるんですね。 法廷代理人に対して、えー、手紙を出したっていうね。まあだから大抵これは結局、えー、青年後権人か、親、え、権、ー、者、ないしは未成年後権人がどっちか、どれかなんですけど、代理権ないんで、他のその、えー、補佐人や補助人代理権ないから、ね。代理権ある人ってことです、この法廷代理人っていうのね。法廷代理人宛てで、ねあの、あなたのその、えー、保護している誰々さんの、これ子供のこともあるんでしょうし、 ええね、その、非、青年非公権に行こともあると思うんだけど、追認してくださいっていう通知出して、ほっといと、契約が認めたことになっちゃうってことですね。で、あと、能力者っていうのは、これ、能力回復することがある。例えば、未成年者が青年になった後に、あんたが17歳の時にした契約を、あもう追認しますよねっていうふうな手紙出して、返事しないと追認したことになるってことですね。1週間以内で返事してくださいと書くんです、そういう場合ね。 書かない場合には相当期間経過後でいいと思うんですけど、まあやっぱり一週間経過とかすれば十分かなと思いますけど、返事出すだけやったらすぐできるんじゃないのって話になるからね。で、えー、っと、こういう風な通知っていうものは、非補佐には非補助人に対してすることもできますね。あの、 えっとね、これはなんでかっていうと、その、保護者に対して出しても、保護者には実はそういう通知を受ける能力がないんですね。代理権がないんで、そういう受領能力がないんで、出しても意味がないから、非補佐人、非補助人にはだその、保護者、この制限行為者自身に出すしかないんですよ、手紙ね。うん。だから、まあ、まあ、手紙の宛名を非補佐人自身の名前にするしかないっていうね、いうことですね。代理人じゃない人に出しても意味がないんで、本人の名前書くしかないってことでこうなってるんですけどね。 でこの非補佐に非補助人名義で催促、えー、したけど無視されたっていう場合は取り消しに確定です。なかったことになるってことですね。ですから金,か金を返しますか、商品返してくださいって話になるわけですね。なんか取り消されたっていうだけだと、この後どうなるかイメージ湧きにくい、最初はね。まあ要するに金、あの商品返してください、お金返しますって話になるということですよね。 相手が非補佐に非補助人の場合は、この人たちを保護する必要性が高いから、追認にな、あの、取り消しになるんですよね。それに対して相手が能力者の場合は、とか、法廷ラインの場合は、もう判断力十分あるから、それで返事しないっていうのは、ちょっとひどいよねっていうようなことでね。うん。返事しないとひどい目に遭うっていうね。<laughs> あの、一応民法のせいそうなってるんですね。ほっといて、ほっといていいことないっていうね。<laughs> まあ一番関係性、訴えられてのほっとくと負けになるっていうね。これ本当にそうなんで、訴えられたら絶対出頭した方がいいんですけど、無条件負けますから、ね。基本ね、あの、そこら辺のところ、さ、あの、怠けてると不利、不利に扱うようになってるから、そうしないと、名怠けた者勝ちになるっていうのは不合理だからね。っていうことですよね。次、制限コー者の差術。え、う、っ、ん、<laughs> と、制限コー者が能力を偽る場合、能力を偽るっていうのは差術って言うんですね。 いわゆる詐欺と違うのは、その、いわゆる詐欺っていうのは、まあ、その、えー、っとですね、その契約の内容とか、そういうふうなことについて、まあ、相手を錯誤、勘違いさせて契約させちゃうっていうのを詐欺っていうんですね。この場合は契約の内容を騙してるわけないんで、あえて区別するために打つっていうんですけど、まあ、騙してるのは同じなんですけどね。事実を偽っての同じなんで、えー、偽っての同じなんですけど、 能力を偽ってる場合なんで、契約の内容が嘘ってわけじゃないっていうことですね。はい。まあ、とにかく能力を偽ってる場合です。未成年者なのに、えー、ね、えー、こうなんか、えーね、未成年者なのに、未成年者ないっていうふうなね、その偽造のさ、こう身分証明書持ってっちゃうっていうね。<laughs> 例えば、それが一番わかりやすいと思うんですね。 なんか私がですね、その、なんか、私がいう下のに、ロム、ろム、ロ書いてあるんだけど、下の方にタバコを吸う大人っぽい芸能数とか書いてありますけど、これぐらいじゃちょっとダメじゃないかなって気がするんですけどね、現実的に言うとね。まあ一番わかりやすいのはやっぱり偽造のこう、身分証者持ってっちゃうっていうね、身分証出してって言って入、はい、っ,って、あ,あ青年者だなみたいなね。うん、まあそういうふうにして、あの、未成年者なのに、 成年者のようなふりをして、相手を油断させて、取り消せることはないって信用させて契約した場合、これは取り消、そのようなことをするような未成年者なり、制限行為の負を保護する位置はないので、取り消しを失うって制度はあるっていうことですね。あんまり言ってもこれはね、やっぱり成年非公権人が能力奪いするっていうのはちょっと考えにくいんで、施設っていうのは能力失う。 えー、えー、な、偽るってなかなかありえないと思うんで、あり得るとしたら、やっぱり未成年者か、非補助人までなのかなって気がしますけどね、非補佐人までいくともう能力偽るっていうふうな、そういう小細工を漏せないんじゃないかなってするんで、実際ね。でも未成年者は十分あり得ますよね。あと昔ね、純金地産者っていう概念があったんですよね。まあ今のいう非補,非補佐人なんですけど、でその非補佐人の中で、漏費者は純金地産者になるって昔あってさ、 最近ね、去年とかが話題になってる、宗教にハマっちゃってお金いっぱい、の、こうなんか病的にこう寄付しちゃう人っていうのが話題に上ったけど、ああいうのは浪費者っていうようなことにして純金資産者みたいにしちゃえばいいよねっていうふうに私は思ったりもしたんだけど、そうすれば寄付全部取り消せるんで、うん。まあそれに近いものを結局法改正作った結局できたんで、あやっぱり俺と同じことを考えたなと思ったんですけどね、法律作る人はね。 まあ、そういう話もね、あるんですけども、えっ、ー、と、そのちなみに純金地産者とかだと、ただ浪費者ですから、差術なんでバンバン使うんですよね。もう浪費者しかないんで、それで、あとで、それで、なんか能力偽るんですよ、人は。ね。わかりますよね、さっきお話しした、そのね、無理やりこうなんか寄付しちゃう人の話って、聞いたことあればわかると思うんだけど、無理やり能力偽ってればそう,いうの寄付しちゃおうとするみたいなね、の感覚ね。 なんか昔は純金地産者って呼ばれる人も制限購入者だったんですよ。で大体この差術が問題になるのって、その浪費者みたいな純金地産者、未成年者どっちかだったんですよね。で今その、ただ浪費者純金地産者っていう、で、アイデンじゃなくなったんで、まあ、今はもうね、えー、これ未成年者ぐらいしか問題にならないんじゃないかなって気がします。あ、あと非補助人もあり得るか。能力結構あるから、非補助人もね。 ただ能力いつあってもね、無理やり契約するっていうと、やっぱり未成年者ないかなってするんだけどね、現実的に言ってね。で、もし未成年者自身がそういうことをすると、もうね、あやっぱりそんな嘘つくような未成年者を保護する必要ないよねっていうね、そんだけのことで取り消せなくなるってことですね。ここは、これは素朴にそう、今言った通りに理解しておいてもらって結構ですからね。で取り消せなくなれば、相手は、相手の信用が保護できますよね。 相手の信用っていうのは、青年者である。だから取り消されてはしないって信用ね。あとから、いや、そんな違うんですよって言われると、意外なことになっちゃうから、そうならないようにしましょうっていうふうなのが民法の考え方なんだよね。今後今言ったみたいに、後から実は違ったんですよっていうふうにして、で、違ったんで、そっと、ね、当初思ったとおり違うんで我慢してくださいっていうのは、しないようにしてあげようって話はいっぱいできます。ね。実は代理権がないんですよって言って、後が無効だって言われないするとかいっぱいあるんですよ、そういうのね。うん はい。まあ、とにかく、今言った、あの、後から違うんだって言っても、そんなに思いますよって話になるから、なるべく有効にしてあげようって話は、今後もできます。重要なことに、今3回ぐらい言いましたけど、っていうことね。じゃあ次、法人行きましょう。今日は法人ぐらいまで行けたらいいかなと思ってるんですけど。で、法人はもう、自然人以外のもので、法律上権利義務主たり足り得るもの。ですから、法律の定めがないと、法人には絶対無理です。 ね。あの、確かに権利能力だけ遮断がある。えー、だから、法人じゃない遮断っていうふうなものをもうある、えー、法人じゃない団体で事、事実上、民事訴訟とか定義できるようなものがあるって話をしたんだけどさ。あくまでそれは、そうしてあげるっていうだけで、弁宜上ね。法人では絶対ないから。法人は絶対法律を根拠必要です。ね。うん。自然人だけが、 いや、民法の適用がされて、権利義務の主体になるっていうふうなのがあくまで原則だから、そういう原則を修正するのは絶対法律の規定が必要だからね。これはもう例外ありません。もう一回言います。法人は絶対法律の規定がないと法人になれないとは言えない。っていうことですよね。で、法律のされめがあると法人となって、そのものの、えー、が所有権の、えー、土地の所有権を取得したりできると。 売買契約結んで代金さえ乗ったりするということになるってことですよね。はい。で、なんでこういう法人ってせられるかって言いますと、まあ、世の中っていうのは、一人一人個人が何かやるっていうよりは、みんなに力合わせ何かやった方が、社会的に有益な大きなことができるっていうのは、これは一種常識だと思うんですよね。 ただ、みんなで集まって何かしようっていう場合、でかいことができるっていうのはその通りなんですが、ただじゃあ契約するときに、いちいち全員の名前書かなきゃいけないのかっていうと、煩わしく仕方がないわけですよね。いちいち契約するごとに別紙って言って、あの、なんか名簿くっついてくるっていうね。<laughs> あの、それはちょっと、こんな必要ないよねって話になるわけですね。 重要な契約だったら、まあ、それは、あの、名簿くっつけるっていうふうにしてもいいのかもしれませんけど、簡単な、企画的金額が小さい契約だったら、その法人の名前で、あとは代表者の名前くっつけて、そんだけで契約書を書いたりしたり、書いたりできるっていうふうにした方がよっぽど便利じゃないですか。ね。でそういうことを法律は認めてあげると、我々にとって便利なんでっていうふうなことですよね。 ただ、あくまで法律の規定が必要っていうのは、それをあんまり自由に認めると、それはそれでトラブルが起きる恐れがあるから、というふうなことですよね。架空の法人っていう、架空の団体を名乗った詐欺事件を受けるとかね。うん、ですから悪用の恐れもないとは言えないので、ね。自然人と違って、存在しないもんでっち上げるっていうのが、法人っていうか団体っていうのはしやすいからね。そんな団体存在しませんみたいなことで、詐欺の手段に使うということはよく、その現実的にあることじゃないですか。 そのインターネットでさ、安いなと思って契約したらさ、商品が僕られてないと。代金のように取られた。でそれで連絡先とか行ってみたら、そんな、あの人、そんな法人そこありませんとかなったりする、なったりするっていうね。そもそも法人として登録もされてませんというね。うん。しかしそういうこと起きないやには、その法律の定めがあるものしか法人って名乗っちゃいけないとか、法人として扱えないっていちっした方がいいってことがあるので、 あくまで例外を認めるには、その法律の規定が必要で、しかもそうじゃないと悪用のお世あるからってことで、法律の定めが必要ってことですね。ただからそれで硬いこと言ってると、さっき言った、その、えー、なんかそのね、単なる町内会って言って、単なるって言ってるけど、町内会とか世の中にいっぱいあるから、いちいちそう町内会は法人化がありませんって言って、えー、住民がね、ものすごい人数が2000人もいるっていうのに、全員の名前で契約しなきゃいけないとかだと、<laughs> <laughs> 大変なことになりますから、 あと言って法人格取得させるわけにはいかないんでっていうふうなことで、まあ、あの、法人格なくても、今言ってみた代表を決めて、代表と団体名で訴えを起こしたりするっていうふうなことが認められたらいるんだけどね。部分的に、訴えはまあ全滅にできるし、ね。うん。ただ完璧に法人と同じじゃないんで、で、あの、登記とかできないんですけど、そういう団体はね。まあ、いやそれまた後で話しますね。とにかく、その、 部分的に例外はあるんだけど、あくまでしは例外であって、とにかく法律が定めある場合だけ、人じゃない、自然人でないもの、人間じゃないものが人として認めてもらう。それが法人だってことですよね。はい。で、まあ、ちなみに法人、あ、だから趣旨に今言ったこと書いてあるよね。目的対象のために便宜って言ってね。 まあ、ほぼこれなんだけど、趣旨ね。もう一個書いてあるけど、まあ、こんなのはな理論的な理由であって、やはり、いちいち、その、名簿を全員、2000人分の名簿いちいちつけないと契約できないっていうのは大変だからっていうことになってるんだよね、これね。誰かに通知出すときも、いちいち全員の名簿の名簿つけるっていうね。うん、そのね、町内会ので所有管理してる、事実上所有管理してる土地をさ、出てってくれっていうとき、いちいち全部名簿つけるとか面,倒面倒くさいんで、 そのね、構成員一人と二千人対して全員に名目を配ってくさ、ちょっと個人情報の問題あるんじゃないかみたいな話になるから。うん、まあ、そういうふうなことで、えー、代表名と団体名、代表と団体名だけで契約したり訴え起こしたりできるようにしてくれてる。で、あくまでそれはただ法の定めの時だけ、法の定めの時だけがあくまで原則なんだよというね。自治会みたいなのはもうそれは例外の例外っていうふうな話だと思うんですよね。 あとは、ま、この、もう一個の団体結合、団体その貴族利益あるっていうのは、そう見た方が法律関係として素直っていうふうなだけのことなんですけどね。えー、まあこれは本当にね、ちょっと皆さん、大人になって、その、近所付き合いとか、地域の活動参加するとよくね、わかるんですけど、その自治会の、例えばその、公開書とかね、そういうふうなものって、誰のものでもないんですよね。 法律的には一人一人みんながモチーブ持ってるっていうふうなことなんだけど、だけど現実には俺はモチーブ持ってるからね、この一文、俺も、俺が自由に使っていいんだとかいうわけなんじゃなくてみんなのものだっていうふうにして実際管理してるんで、だから実際に裁判を起こしたりするときのみんなのものっていう前提で団体名で訴え起こせるようにしないと常識に反するよねっていう話がこれなんだけど、これね。うん。法律、えー、ね、えー、だから、 例えば自然人しか認めませんって言ってしまうと、むしろ我々の一般人の感覚からあまり離れちゃうことあるっていうようなことですね。だから法律の定めの時だけ例外的に、えー、まあ、訴え起こしたり権利の主体になるようにすると。だけど法の定めを押し付けると、ちょっと不十分なのが今言ったような地域の団体だったり、地域のその地元の,の地域団体でもするんで、そういうのはもう法人格なくても認めちゃうみたいな流れになっているんですけどね。 はい。すいません。ちょっと権利のくら記者の話もね、混ぜちゃうと何が原則かわかんなくなっちゃうんで、それはちょっと申し訳ないですね。うん、だからちょっともう一回整理しますね。とにかく自然人だけです。あくまでそれが原則と思ってください。で、例外的に法律の作面がある時だけ、あの、まあ、法人格を与えてそのものが名前で契約できます。地域団体とかはむしろ、例外のさらにまた例外なんで、 これはちょっと一ゃべっちゃって申し訳ないんですけど、ちょっと厳然と区別してください、それはね。厳然と区別しないと、ちょっとその、うん、完全に法人と同じ扱いじゃないから、その、今言った地域団体とかはね、登記とかできないんで、私もね、自分が地元いたときに、さっき言った通り、私の地元の小物町っていうところでは、 学童とかが民営なんですよね。で、法人格もないんだけど、だなのにね、なんか、学童、建物建てるとかね、言ってね、その時にいろろなお世話をしたことがね、あるんですよね。で、その時に、まあ、例えば、あその建物名義どうするんですかみたいな。学童名義では登記できないですよ、みたいな、そういうふうなアドバイスをしたことあるんで、もし皆さんがそういう地元密着的な弁護士なんだったらっといて、そういうことをちゃんと区別して覚えておかなきゃいけないんでね。うん。 法人はね、そういう制限なくて、本当にもう法人格差を与えられてしまえば、本当にもう自然人と基本的に同じですから、ね。めんどくさくないんですよね。一番難しいです、地域団体っていうのは、そういう意味ではね。普通の人と同じような扱いできないんで、ってことね。法人は基本普通の人です、そういう意味ではね。法律の規定は必要だけど、その分人として扱われるってことですね。 で、じゃあ、どんな風なものが法人になるかっていうと、そんなの法律の規定があれば法人になるんでってことで、あんまり、ここに法人種類っていうのは、そんなに重要じゃない。多分、試験もあんまま出ないんだけど、一応書いておきましたっていうことですね。例えば、社団法人と財団法人っていうのは、これはまあ、普通に来てても耳にすることあるから、まあ、言っといていいかなと思うんですけど、えー、財団法人っていうのは、実は人の実態が全くないんですよね。 財産と管理人がいるだけみたいな感じですで。管理人はただの管理人だから、その財団法人に依頼されて仕事をしているだけの人です。じゃあ財団法人っていうのもペロッと向くと何があるかっていう、そこで財産しかないんですよ。社団法人は違います。ペロッとべくと、その奥には人の集めりがいるんですね。人の実態がいるんですね、社団法人はね。この人たち全員が法人なんですっていうね。ですから、社団法人のはよりまだ人かなって感じがするんですよ。いっぱい人がいるんでね。 でも財団法人は人がそもそもいないんで、ペロッとめくった中に財産しかいません。で、そのペロッとめくる外に管理者がいて、その財団法人の理事とかいて、それに対して財産の管理を粛々と仕事をするだけだからね。うん、だから財団法人ってイメージ湧きにくいと思います。ね。社団法人はもう一回言うけど、人なんで、その人の集まりだから、ああ、人だなーって感じするんだけど、財団法人人ですって言っても、えって感じになっちゃうと思うんですよね。 ただ、それでもさ、あの、金持ちが、えー、ね、財団法人作りますって言って、遺言を残しなくなっちゃったっていうの場合さ、結局、その財産の帰属先ってどこにもないことになっちゃうんですよね。あの、つまり金、金持その死んだ金持ちとしては、それは相続させたくないから財団作るんですよ。ね。なのにさ、財団法人がないと、その財産、その、の、相,相続人のものになっちゃって、相続人が、じゃあ解散しましょうとかさ、勝手に使ってうかもしれないんで、 だからどうしても財団法人っていう制度ないとこもあるんですよね。別に死ななくてもいいんですよ。別にあの生きてる人でもいいんですよ。みんなからお金集めて財団作って恵まれない子たちが塾とかに行くのにお金を出しましょうとかね。返済し終ありませんとかいうふうなそういう財団作ったっていいわけですよねで。その時にもお金出す人としては、わしは金出すだけだから、口出さないからっていうふうなことになってくるんです。 あとに誰も管理する人いないとさ、お金、あの、盗まれたりして、オールサイドするといけないからさ、やっぱりそれは管理する人必要なんで、そういう時にこの財団法人っていう概念を使うんですよね。とにかくこれ実態の中に人が一かけらもいないんで <laughs>、社団法人ってそこは根本に違いますよね。これはね、多分ね、100回ぐらい聞いてなんかイメージ、あと実務についてそういうものを見るとイメージ湧くと思うんですけど、今のうちは多分イメージ湧かないと思うんだけど、湧かなくていいです。どうせほとんど試験でないから。 もしかすると行政書士の試験に選択肢1個出てくるぐらいで、予備試験とかだともう出ないんじゃないかなっていう気がしますね。会社法とかに出しときゃいいから法人のことを聞きたいんだったら、民法ではまあ出ない、そういう意味で出ないですよね、法人関係っていうのはね。だから会社法の理解にあたってはまあ法人全然知らないっていうのはまずいんで、あのやっぱりお話はしておきたいし、私の頃論文出てましたからね、驚くべきこと、ここら辺がね。はい。 あと、営利法人と一般法人ってことで、まあ、営利法人ってイコール会社ですね、これね。うん。会社だけです。他の法人全て営利性はありません。営利性あるものは全部、営利性を持ちたいんだったらみんな会社やってくださいっていうふうな、あの、ことになってる。なんでそんな硬直したことになってるかというと、そっちも分かりやすいからですね、法律の整理としてね。どの法律を適用していいのか訳が分からなくなっちゃうんで、あんま自由、我々の自由を認めるとね。 だから、営利、つまり、えー、ね、えー、出資を増やして、それで、出資を増やして、利潤を上げることを目的にするんだ、全部会社にしばらくさいってなってますね。で、でも、利潤を上げるんじゃなくてもさ、お金集めないと、ね、ボランティア活動とかっても、やっぱお金は必要じゃないですか。ね。だけど、ボランティア活動って別に利順を上げるわけじゃないんで、そういうのは、会社じゃなくて、普通、それ以外の法人になればいいんですよね。 よくわかんない場合は一般法人法ってあるから一般法人法で法人格取したらいいんだよね、うん。昔は一般法人法なかったから無理やり法律の中にある類型をどれかに突っ込まなきゃいけなかったんで大変だったんですよね。今はそんな難か、わかんなかったら一般法人取得っていうことになってるんで非常に簡単に法人が設立できることになりました。ほぼ必要書に全部出せば法人格取得できるからね。 最初は昔から難しくなかったんだけど、営利性を目的しない法人を作るのが昔はめんどくさかったんですけど、今は一般法人法があるから、これ使って簡単に法人格、法人できますね。はい。で、えっ、ー、と、あとその一番下の方に公益法人って言葉があって、これはね、さらに一般法人の中でも特別な法の定めあるもので、本当にその、えー、事団体、育英団体なんていうふうな、 えー、法で定まった抗議性が強い事業を行う。本当に世の中の人、世の中の人のためみたいな、そういう政策すごく強いものを、特に法律を選び取って、抗議法人法ってもなりますで。抗議法人になると規制が厳しい代わりに、その、もちろんいろんな一般法人以上のいろんな優遇が受けられるんですよね。ある意味宗教団体、宗教法人っていうのはこの抗議法人と見ていいんでしょうね。じゃあ、あの、一般法人では宗教法人としての優遇を受けられないからね。 宗教法人イメージ湧きやすいよね。規制は厳しいけど、その分、まあ、あのね、いろんなね、税法上の優遇措置があるっていうふうな、になるんで。で、一般法人はそういう優遇措置は特にないんでね。でも規制が監督官庁から厳しく規制されちゃうから、後期法人だった人、団体があえて一般法人になるっていうような例もあるぐらいです。現実にはね。うん。で、公共法人すぐに中間法人、 これも今一般法人と同じ意味になってますね。昔は特別な中間法人であったんだけど、法律上廃止されたからこれね。今もう一般法人のことですね。この中間法人っていうのはね。というわけで、えっ、ー、とね、整理すると、営利法人、一般法人、公益法人ってある。で、公益と営利ってなんかものすごく正反対な感じするじゃないですか。で、その、なんか両極端なのは会社と、それ以外の、まあそういう法律に特別定める公益法人で、で、真ん中のどっちでもないっていうのが一般法人になって精神がいいんだよね。 昔はこれがもっと複雑だったので、今はもうこの3種類って覚えておけばいいんで、比較的楽、わかりやすくなったなって気がしますね。昔の話がどちらみにどうでもいいんで、今はこうだっていうところだけ覚えておいてね。一応話をね、俺、年寄りだからしちゃうんだけど、昔の話ね。はい。では次、法人の能力ってことなんだけど、基本的なね、えー、っとですね、とにかく法人の人ですから、特段の制限ないのが原則ですね。 原則はとにかく自然人の人なんで、制限ってあんまり考えなくていいですね。特に財産権についてはもう全く制限ないような感覚ありますが、えー、その二つ例があります。まず一つ、性質の制限ってことで、まあ確か性別年齢親族って法人わけわかんないですから、これはないっていうふうなことですね。男の会社、女の会社、性別って <laughs> 意味がわかんないんで、 あの、結婚者です。じゃ合併してください。大事だから。あの、別に、あの、結婚とか関係ないんで、未成年者の法人とかで、ね、そんな作らないください。大事になりますからねあの。未成年者が法人作るのは構わないんだけど、法人その未成年者ですって、そんなに作る意味がないから、まだうちの会社は、えー、ね、あの、能力が不十分なんでちゅうとか言ってもさ、困っちゃうんですよ。れ入れませんから、私になるから。もう帰れってしてますからね。 親族もよくいらないですからね。これはもう、とにかく、その人間の自然な感情に基づいて、その、まあ、お互い、ね、たとえば助け合わせて、行政の仕事なくしようっていうのは親族関係なんで、年齢とかは意味ないんで、法人は、だから生まれた瞬間大人なんですよね。みんな大人、法人はね、それ以外認める必要がないんで、保護しなきゃいけない、制限、行為能力制限しなきゃいけないような法人だったら作らないでほしいんで、 まあ、唯一実務的に大切で、卓一にも出る、かつ皆さんと意外なのはこれかな医者料請求ができない、法人は。うん。ですから、その、えー名、名誉権はあるから、名誉が侵害されたっていう場合に、その社会評価に対する請求はできる可能性はあるんだけど、下がったね。難しいよな。でも、精神的苦痛をこもったとか言って、その苦痛の賠償を求めるいうのはできないですよね。 だから会社について、例えばインターネット悪口書かれたっていう場合、あくま名誉権侵害で組み立てるべきでしょうね。嫌な気持ちがしたからって言って医者料制御できない。っていうのは法人は感情がないとされてるんですね、うん。確かに法人が怒るっていうのは、それはあの代表者が怒ってるだけで、法人自身は感情がないんで怒ってるんじゃないっていうふうな考え方ですよね。はい。感情ありません、法人に。だから医者料制御できない。これはちょっと択一対策としてしっかり覚えたらいいよね。 性別年齢、ね、親族は当たり前なんで、これ間違う人っていうのはちょっとあの、合格すない方がいいかなと思うんで、医者量だけちょっと覚えておいてね。あと次、目的よる制限。うん、これね、医学的試験出やすいって言えば出やすいのかな。これ私が蝶々やってる時にもね、役に立ったんですけどね。うん。えー、まあそれはいいとして。で、これ何かというと、法人ってさ、みんな、その、なんとなく法人作る人っていないんですよね。 例えば、ボランティア活動するための受け皿にするとかね。<laughs> えっと、まあ、政治家的に言うと、資金管理のための受け皿にするとか、いろいろ何か目的があって団体作るんだって、何の目的にも集まってるんだったら、別に勝手にサークル活動やってればいいだけあって、法が法水すいないから。うん まあただそこら辺のところは比較的一般法人の方が今あるから別に親睦加めのための法人も作れるんだけどね。法律の定め、その一般法人法に定められた、えー、書類を作って出せばさ、ただそんなのする人いないと思うんですけど、で,できなくはないですね。で、今言ったみたいに、えっ、ー、と、必ず法人を作るときは一般法人でもこの目的を定めることが決められていて、でその目的の範囲内だけで、えー、財産の処分とかできることになっています。 で、この34条があらゆる法人に適用されます。公共団体にすら適用されると思ってもらっていいです。ねうん、で、公共団体の話はまた、それはあの行政法の話をするんだけど、その時にこの34条が使われるってことがどこの本にも書いてなかったんですけど、当たり前なんでしょうね。本書いたりとからするとね。うん、でも、私が蝶々やってた時に、えーね、財産区って財産管理の団体があって、 その財産管理の団体なのに、財産管理以上のことを勝手にやっちゃうんですよ、そこの構成員が。私、違法だからダメですって,言っても全く言うこと聞かなくて。まあ、ちなみに、その人たちが選挙で完全に私の反対側に回って、私が落選する要因になったんですけどね。生々しい話してますけど。うん。まあ、とにかくね、えー、そういうふうにして、ダメですって言ってるのに、守ろうとしない人は本当に多いんですよね、自治体のとかの,そのレベルではね。分かろうともしないんで。 まあ分かっちゃうと、その財産区の財産が地元のに、こうなんかお金分配できなくなっちゃうからなんだけど、認めたくないんでしょうけどね。まあ、それちょっと置いときましてえ、とにかくその明確な定めっていうのが地方自治法とかに載ってないんですけど、実は34条だっていうことで、多分それ間違いないんですよね。多分ていうかまあ間違いないです。文献にはどこにも書いてないけど。うん、まあとにかくそれは、あの、今の実例、なんとなく私の武勇で言ってるんじゃなくてさ、 実はこの目的を早めることが法律上必ず要求されていて、そして目的の範囲外においては勝手な契約とか財産処分できないっていうのはこの34条で,で、なんでそういうものがあるかっていうのがまさに無駄遣いを防ぐためなんだよね。あの、さすがにそういうことは私の目の前ではしてなかったけどさ、その地元の財産区って言われるその地方公共団体のその財産っていうふうなものを勝手に飲みくに使うとかさ、 え、それをなんか勝手に誰かがさ、超声で車買っちゃうとかあり得るんですよね。そこまで無茶苦茶なことはしてないと思うんだけど、でも横領事件とか起きてる例とかありましたしね、私の同じ街の中で新聞にも載ったりしてましたからで、それをやめさせるための条文です、34条はね。私、そういう、そういうことを勝手ごとさせないっていうふうなための条文ですよってことは前から教えてんだけど、リアルにそれが見るとか、グレーなものを見るって思いもしなかったけどね。 多分弁護士の中でね、なかなかそういう貴重な経験だと思う。この34条を適用しなきゃいけない場面があるって言うのはね。これはまさに今言ったみたいな財産区って呼ばれるものがまた地方公共団体であってさ。それはその財産管理をためなきゃ財の団体なのなんですっていうふうなことですね。それを勝手にえなんかまあ使っちゃってるとかいうふうなことが現実に怪しいものがある。 とか、本当にそれが悪気で警察だったなってるものを私も見てるんだけどね。それを民法の世界で許さないっていうなのがこの条文です。で、なんでこれをあると許さないことになるかというと、決められた目的と関係ないことについては権利は持てません、義務を負いませんってなると、全部契約無効になるのね。目的の範囲から外れる契約はね。そういうことです。権利は許せない。目的範囲外は権利は持てません、義務を負えませんってことだから、 契約全部無効になる。なれば、出てったお金は全部返してって話になるんですよね。だからさっき言った財産区の話でも、勝手に地元の青年団とかですね、まあ、そういう、まあ、のに寄付しちゃうとかいうことあるんだけど、これほっといたら全部返還制御対象になりますよ。住民訴訟を起こせますよって言ってるのに、言ってたんだよね。で、それができるってことを断言私はできたのも34条を長年ずっと教えたからなんだなーっていうね。 他の弁護士は文献調べて、その文献通りにオウム返し言うことはできるんだけど、本期はこれなんだよねっていうふうなことなんですよね。テキストにこれ昔から載せれば出資者法ね財産区だったらその地元の人保護って感じなんですけど、そのね、県である人の保護うん。で、法人は目的達成のために法が人格を与えたものである。となると、目的達成と関係ないことについては、 契約結ばせる必要はないし、権利金も押せる必要はないし、まして、それは有害であるから、そういうふうな契約をさせちゃうってことだね。目的と関係ないようなことをさせちゃうっていうね。要は、えー、財産の無駄遣いをせぐって有害であるし、えー、目的関係ない子だったら一人で勝手にやいじゃんと自然人としてって話になるから、必要もないし、有害だから34 0あるっていう風なことですよね。はい。 で、この目的の範囲によって、もうズバリこれ、もう論点なんです。あ、そう、論点さっきが飛ばしてるんだけど、あれ2周目でまたやるからね。え、ね、僕、私の講義は全体を大体14、5回でやって、残りで論点を触れるだけ触れるっていう風なやるから、全体2回やりますからね。ただもう一部論点やっちゃいます。これはもう、あの、もう、卓一しか同性出ないし、もう、確率者判例だからね。 昔のね、私が受験生の頃の、のもうす、その時すでに死んでたっていう風な、あの、亡くなってたって学者説だから、その人一人説なんで、こんなの無視していいぐらいの話し。代表制限説になるものはね。ですから、権利能力制限説ってことで、えっ、ー、とですね、この34条っていうのは、えっ、ー、とですね、その、権利能力自体を制限したものだと言われてるっていう風に覚えてもらえばいいと思いますね。はい。 で、権利能力自体を制限されてるから、ですから目的の範囲を超える契約は絶対的にできないんで、犬が契約すると同じっていう話になるので、だからもうそれはあ、えー、少なくとも契約は無効になるってことですね。まあ論理を徹底するならば、あのまあ訴えさえ起こせないってなるはずなんですけど、そうは裁判所なぜか言わないんですけどね。犬は訴え起こせませんと同じになるはずなんだけど、権利能力制限説だとね。ただまあそこまで、一応形式的に訴えだけ起こすと認めて、それで、 これは権利の範囲外やが無効にするっていうふうなに判例をしてますけどね。まあ、とにかく、その目的の範囲内だけ人と同じ扱いになるっていうふうなことですね。ただ、これはさっき言った、その公共法人外で使わないですね、やっぱり。というのは会社なんかだと目的の範囲めちゃくちゃ広く認められるんで、あんこれ,これ34条適用して、これ契約無効ですって言って、まず通らないんですよね、会社の場合ね。 うん、それはね、会社の場合は、あの、いろろな技術とかテクニックとか、いろんな理由があって、また会社法でお話しますけど、34条が実際適用されるような場面がないような解釈を捉えてるんで、公益法人はまた憲法なんかでもやるんだけど、行政法とかね。あの、すごくね、この目的範囲の34条が厳格に適用されるんですよね。まあ、それだけ住民さんの権利を保護するために、厳しく適用するんだけどね。会社は、所詮金儲けのための団体ですから、 まあ、何て言うんですかね。多少損をしても実は得をするっていうこともあるので、あんまり厳格にやるべきじゃなくて、まあそれはもう自由に任せましょうや、みたいな話になってるんですよね。だからまあ会社で34条適用するってかなり難しいですね。憲法でちょっと出てくるぐらいですかね。やはせ聖て政治献金事件とかね。ちょっとわかんなくていいですよ。また憲法でやりますから、ね、それね。えっと、他にもね税、南九州税理士会政治献金事件とかね。 で、税理士会は公益性が強いから、まあ、そういう政治献金ダメですってなって、え、矢原製鉄は会社だから政治献金 OK ですってなっ,っていう判例を憲法でまたやるんですけどね。これはまさにね、公益団体は、その、財産法必要性がた高いんで、この34条をものすごい厳格に使うのに対して、だから財産区とかもね、勝手に金使って絶対ダメなんですけど、<laughs> 悔しくて何べでも言いますけどね、会社はそは緩いです、ね。 で、皆さんはまずね、実際、その講義団体なんかの DK の受けてお金になりませんかああ、えー、皆さんは多分、あの、受けない方がいいと思うんで、そうすると会社のは受けた方がいいと思うんだけど、そうすると3十以使わないですね、まずね。現実にはね。というわけで、実務ではあんま使わない。だから私はずっと意味わかんなかったけど、そうか。行政の経験してな、ね、い、意味がよくわかったな、っていうのがここなんですよね。まあ、あとは論点はまた、あの、必要に応じて2週目でやります。 え次のページ、不法行為能力ね。これやって今日はおしまいしましょう。ちょっと延長しますよね。まあ、これは、えー、法人が人に違法に損害された場合、賠償すぎに追わなきゃいけないっていう条文です。当たり前だろってみんな思うかもしれませんが、当たり前じゃないんですよ。さっき、目的の範囲しか権利義務ないって言ったでしょね。不法行為する目的の法人なんかあるんですか もう一回言いますよ。人にこう怪我させたりですね、騙し詐欺をして金巻き上げたりするようなことを目的した方針ってそんな方針認めちゃダメじゃないですか。となると、不法行為をするっていうの場合は目的の範囲が外れちゃうから全部法人とは、あ、うち関係ないんでってになっちゃうんですね。うち詐欺する目的の会社ないですからって、それはちょっと正しいんだけど、だからといってさ、代表者が詐欺しちゃって、資金集めのためにいっぱい人騙して金巻き上げたって場合に、 代表者個人の財産でしか賠償できないってなると、被害者救済できないでしょ。で、代表者がさ、ね、あ私金がありませんとかってね、<laughs> 全部法人出資しちゃいましたって言って、え <laughs> 何億円も法人の金持ってんのに、1円も倍すぎに追わなくていい。ひどいよね。ありえないよね。ですから、そういうことにならないように、ちゃんと、まあこれは昔民法に44条っていうのがあったんですけど、それが今一般法人法に移転したんで、一般法人法の条文を置いてんだけどね。 代表者が不法行為をやったっていうふうな場合は、代表者個人だけじゃなくて、法人も賠償権を負うんですよっていうねで。第三者っていうふうに書いてあるのは、まあこれはそのお客さんとかの話なんですけどね。法人と理事にからすると3人目だから第三者っていうんだと思えばいいんです。3まあ4人目でも5人目はいいんだけどね、第三者っていう場合でもね。法事者以外の人みんな第三者って言いますから、法人と理事っていうふうな人たちに対してさらに、 お客さんっていうことで、第三者っていうんですけど、っていう条文ですよね。はい。で、他の要件とか、ここら辺がね、実は民法715条っていうのをやった後の方がわかりやすいんで、まあ今は省略しようかなと思いますね。715条やってから一緒にやりましょう、ここはね。ほとんど同じなんで、これね。まあ。 今、ちょっと答えだけ言ってくど正し書きがあり、715条あるけど、78条はないとか <laughs>、あの、えー、そういう違いがあるんですよね。あと、理事っていう、まさに代表権持ってる人、えー、っと、次回にしようかな、時間なくなってきてるからね。まあでも今日ちょっと遅れてきたから、ちょっとぐらい延長していいのかな。<laughs> 代表、理事っていうふうなところの、まあこれはその、特にその、法人の権限を全部持ってる人を代表ってね、言うんですよね。 まあ、なんか私の場合はもっと小物町長だったから、小物町の代表だったわけですけどねで。代表となると何ができるかというと、法人の身代わりとして法人の行為全部できます。これが代表のポイントですよね。また代理っていうところでもお話しようと思うんだけど、代理っていう場合は決められた、あの代理権与えられた部分的なことしかできないんですよ。 代表って言えばそれに対して、当然にその法人の、の、えー、ガス、法人のさっき言った目的の範囲の行為は全部できるんですね。権限に制限がないっていうのが代表のポイントですよね。これはもう会社だろうが、一般法人だろうが、今言った実態とか全部同じです。で、これが、なんでこれがないと、その、なんてう、人とみなすっていうのは難しくなってくるんですよね。 取引する、その代、ここで第三者で書いてあるけど、お客さんとかが、誰と話すればいいのかわかんなくなっちゃうんで、誰と話をしても後から、あ,あ,あの人実は権限ないんですよって言われちゃって、別に後から向こうで連れたら偉いことになるからさ。その点代表っていうふうな定めがあって、代表者に印鑑を押しやちゃったら、後から絶対そんなこと言われないっていう、お墨付きがつきますよね。そうじゃないと安心して取引できないんで、現実代表名でしか契約しないから、 あの、そんなことを意識、現実にはしない、しなくて済むんだけど、これないと本当は大変ことになるんですね。まあ、実際この制度あるから、これで困ったってことが起きないんで、でもないと大変なこでになります。今言った通りに、ね、あの、まあ、なんかあったら、あの人実は権限ないんですよって言って、向こうに行っちゃうっていう、あんな契約結ばなかったなっていう場合にはね、そういうわけのわからないことはできちゃうから、それができるとなると、法人なんか信用できないから契約しない方がいいみたいな話になっちゃうんで、安心して法人取り組みできないってすると、 その法人の活動がさ、不自由になっちゃうじゃんね。うんいや。悪いことするのを認めると、結局は自分の首を絞めることになるみたいな話なんですけどね。だからこれ、要件丸一の次の次の、これ、代表権不加制限制って書いてあってさ、もう当然に全部できるっていうね。で、まあ自主規制みたいなのをすんなら構わないけど、そんなことしたって意味ないよっていうのを代表権不加制限制って言うんですよね。 内部的に、例えば柴田さんが、ある会社の社長、代表取締役社長やってて、ちゃんと他の取締役の同意を得ないと契約できないよってなってても、それは、あの、他の人にそんなの関係ないって言われちゃうってことですね。あんた代表なんでしょって言ってあ、あんたの都合だから知らないよって言われて、で、裁判所はその通りですねって言って、内部的な定めの中いくらあったってそんなものは意味ないからって言われちゃうってことを、負荷制限制っていうんですね。 自主的に勝手に制限するのは別に自由だけど、そんなのは、あの、社会通用しないからっていうね。裁判所で通用しないし、取り相手ても言えないからっていうのを、負荷制限性っていうんですね。これぐらい代表っていうのは、当然にその法人の権限を全部持ってるっていうふうなことぐらいは知っといていいかな。これはちょっと715条の、えー、民法の不法行為条文ではやらないんで、それだけやっておきましょうかね。 で、また、715条の時に、えー、その話するし、あと、代理っていう場合に、代表と似た概念って言って、そこでも話します、今の話ね。何べんでも同じことをやりますから、っていうことですよね。よし、じゃあ今日はここぐらいしておきましょうかね。で、じゃあ次回、もうなんかかなり喋っちゃったんだけど、権利ギンの奥だけ遮断からやり、やろうと思います。ね。 えと、ちょっとゆっくりすぎるんで、次回はもうちょっとペースアップしないとまずいなと思ってるんで、多分次回権力なく社団はほとんど喋っちゃったから5分ぐらい済ましたいなと、希望で観測のべてを今日はおしまいしてきましょう。それでは皆さんお疲れ様でした。